ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、貧困は自己責任なのか問題ってどう思う？ここ数年議論されている問題だな。先日サブチャンネルのゆっくりお金の学校でも日本の貧困の実情と抜け出す方法について解説させてもらったが、特に若者の貧困が気になるな。若者の貧困？そのサブチャンネルの動画では、確か高齢者やシングルマザーの問題に触れていたけど、若者の貧困って問題もあるの？ああ、日本では働いても働いても豊かになれない若者が増えているんだ。しかもこれはあまり世の中に認識されないことが多いんだ。どういうことなの？例えば、インターネットカフェに住んでいる若者がいたとして、本当に生活が苦しく住居がネットカフェだったとしても外見からはとても貧困とは思えないってこともある。そっか、外見はちゃんとしていて、着ているものは今時の若者と何ら変わらないってこともあるだろうね。見た目から貧しさ伝わらない貧困層もいるってことか。女性であれば、100均に行けば、つけまセットも100円、リップも100円、服も古着をネットオークションで買えば揃うからな。住むところさえなくても見た目は整えられるんだ。そうなると、役所の生活保護の窓口とか、メイクするお金あるんだったら支給 NG とか言われそう。そもそも若いんだから働けって。他にも、新宿の街でキャリーバッグをコロコロ転がしながら歩く漂流少女たちも同様だ。家を出てしまったために風俗店で日銭を稼ぎ、その日寝る部屋を提供してくれる男を探すって生活苦だろ？そういう若者が増えてるって聞いたことあるわ。彼女たちは、家はない代わりに、みんな唯一のライフラインとして、スマートフォンは持っているんだ。身なりも整えてカフェで充電しながらお茶してる姿は、時間潰してる学生にしか見えないだろ？なるほどね。で、世の中は何が貧困だ？スマホを持ってるじゃないか、服だって綺麗にしているじゃないかって見るわけか。その通りだぜ。若者の貧困は気づかれないことが多いんだ。そこを実際に調べたルポライターの方がいて、その中からいくつか事例を紹介するぜ。うんうん、お願いするわ。親からネグレクトされ、中学生の時逃げるように家を出て、町工場で働きながら定時制高校で学ぶ女子高校生がいたんだが、寮費がかかるという理由で給与は毎月1万4000円だけだった。え？月にたった1万4000円さすがに足りないでしょ？ただ同然で働かせていた工場長から厳しく監視されていたため、夜逃げ同然で逃げ出すしかなかったそうだ。ひどい今の日本でもそんなことが起きてるのね。他にも、母親が癌で闘病している男子高校生は、自宅で母親を介助しながら家計を支えるため、二人の弟の面倒も見ながらラーメン店でアルバイトしていたんだ。ああ、そういう親の介護でクタクタなのに勉強も仕事もって、しんどい状況の若者の話もよく聞くわよね。彼の生活は、早朝6時前に起きて朝食を作ると弟たちに食べさせ、掃除や洗濯など朝の家事を終わらせてから家を出発する。ほうほう。朝9時半から夕方4時までラーメン店で働くと、一旦家へ帰って母親の介助。それから定時制高校へ行って授業を受け、家に帰るのは10時過ぎ。そこから洗濯物や洗い物など残りの家事だ。そういう人こそ生活保護使えないもんなのかしら？そう思うよな。だが生活保護の手続きをする親が、それを拒んだり、できなかったりすれば、子供たちは追い詰められるんだ。結果、自分や家族を守るために、働くしかなくなるってことだ。どん詰まりね、まさに学ぶ暇もないからいつまで経ってもその生活から抜け出せないってことか。世の中が一般的に考える貧困との相違が大きくなってるんだ。スマートフォンを持っていると、スマホなんて贅沢だ、スマホを持っているなら貧困ではないと批判する人も少なくないだろ？確かに、でも今はスマホは必需品だもんね。家族との連絡はもちろん LINE がないと友達とのやり取りもできない。進学や就職にもネットは必須だ。なのに、スマホが贅沢品って言ってしまうと何も問題は解決しないよな。ほんとそうね。親の離婚や借金、低賃金の仕事に精神疾患、家庭内暴力もあれば虐待もある、ネグレクトなど、苦しい状況で、子供たちがスマホもなければ周囲からの孤立は加速してしまうよな。なんで、子供がそんなにも苦しい状況なのに、介護されていたり助けてもらってる親は助けを求めたり、それこそ生活保護を申請しに行ったりしないのかな？いろんな理由はあるだろうが、当事者の親は自分を守ることに精一杯で、人に助けを求める余裕を失ってしまう。もしくは、情けない状態を他人に見せたくないという理由で嫌がったり避けたりするそうだ。あちゃー、そんなこと言ってる場合じゃないと思うけど。そうだな。まあ家庭内の問題を外に出すこと自体難しいんだろうな。それを貧困は自己責任と断じるのは軽々すぎると思うんだ。そう言われるとそうね。溺れてる人がいれば助ける方法考えるし、火事で逃げ遅れた人がいても、災害で苦しんでいる人がいてもなんとか自分にできること探すもんね。そういうことだ。
自己責任と言い切るのは溺れている人がいるのに、泳ぎ方練習していないせいだって言ってるようなもんだよな。まずは助けなきゃね。そういうことだ。では、今回はそんな貧困の問題について考えるために、貧困が招いた大惨事を紹介するぜ。貧困で大惨事？飢餓とか？そういうものもあるが、貧困から社会を恨んで引き起こした事件から貧困層の命を軽んじた結果の事故もある。なんだかやばいものが多そうね。ああ、しっかり聞いてくれよな。今回は、バス学校爆破事件、を紹介していくぜ。バス学校爆破事件、バスで学校をどうやって爆破するのよ。あ、バスの勉強をする専門の学校が爆破された、みたいなことかな。残念ながら、どちらも違うな。ここでのバスは、アメリカのミシガン州にある町の名前のことだ。アルファベットの綴りも、BATH、で、乗り物のバスとは関係ないんだぜ。なんだ、紛らわしい。でも要するに、学校で起きた爆破事件ってことだね。しかも、事故じゃなくて事件っていうことは、ああ、故意の犯人によって引き起こされた大量殺人ってことだ。しかも現場が学校ってことは、巻き込まれたのは子供たちだよね。なんでそんなひどいことをしたんだろう。アメリカではよく学校での銃乱射事件などが問題になるが、学校で起きた殺人事件、という括りでは、このバス学校爆破事件、は最多の犠牲者を叩き出している。最悪のレコードホルダーだ。最多の犠牲者って、具体的にはどれくらい？事件の犯人を含む45名の死者と、58名の負傷者だな。へぇ、どうして犯人はこのような極悪非道な事件を起こしてしまったのか。事件そのものについて説明する前に、少し犯人の背景について語っておこうか。事件そのものからじゃなくて、犯人像の説明から入るのって珍しいね。うむ、この事件を語る上で、彼の人となりを知ってもらうのは欠かせないからな。今回の事件を引き起こした犯人、アンドリュー・フィリップ・キーホーという男は、アメリカでも指折りの大量殺人鬼として知られている。今回紹介するバス学校爆破事件の知名度のうち、何割かは彼に由来するものだ。アメリカの学校で起きた大量殺人として最多犠牲者を叩き出した事件ってのは聞いたけど、そんなにヤバい奴が犯人だったの？ああ、なんといっても彼は、14歳の頃に父親の再婚相手を見殺しにしているんだ。はあ、どういうこと？彼の母親は幼い頃に亡くなってしまい、父親が再婚した相手とキーホーは折り合いが悪かった。そして、彼が14歳の時にその事件は起きた。事件って、警護がストーブに灯油を補給しようとしたところ火が燃え移ってしまい、ストーブが爆発してしまったんだ。灯油を頭からかぶった警護は、あっという間に炎に包まれた。うわぁ、おっかない。ただ火が燃え移っただけじゃなくて、燃料が服とかに染み込んでいると、鎮火しようとしてもなかなか消えてくれないのよね。早く助けないと。しかし、この時キーホーは警棒を救うことはせず、数分間の間炎に包まれて苦しんでもがく彼女を、ただじっと見つめていたんだそうだ。その後に火は消火されたものの、彼女はこの火傷が原因で命を落とすことになる。よほど新しい母親との仲が悪かったのかもしれないが、それにしても救助せずに見殺しにするというのはよほどのことだろう。若い頃からかなり残虐な性格だったのね。ただ、この一件でキーホーが咎められることはなかった。え、どうして？さあ、特に家庭内のこととなると外側からはわからないことも多いからな。ともかく、そのまま地元の高校を卒業したキーホーは、ミシガン州立大学で学業を収めることになった。大学卒業後には結婚して家庭を持ち、今回の事件があったミシガン州の町、バスで農場を経営することになった。ミシガン州って言うと、カナダとの国境沿いにある大きな州だよね。うむ、世界屈指の自動車工業都市、デトロイトを州都に持つ、アメリカ中西部の州だ。一方で農業も盛んなので、まあここで農業を始めようというのは、さほど不自然なことではない。だが、周辺住民からのキーホーの評判は正直言ってかなり悪かったそうだ。あらら、住民トラブル。いやいや、トラブルってほどでもないんだ。ただ、いつも自分の知識をひけらかしたり、自分とは違う意見の人間をバカにしたりしていたようだな。例えば、この当時としてはまだ珍しかったトラクターを農作業に導入して、それを使いこなせることを自慢していたり。うわぁ、鬱陶しい。それだけならまだ良いんだが、大して農作業の経験もないのにトラクターを無理やり導入したことで、かえって仕事の効率は落ちたそうなんだ。だが、
それでも彼は絶対に自分の間違いを認めようとはしなかった。そういう逸話が残っているということは、周りの人が指摘したけど耳を貸さなかったってことだよね。かなりプライドが高かったのかな。また彼は乱暴者としても知られており、自分の農場の動物たちを虐待し、馬を殴って殺してしまったこともあるとのことだった。ひどい、というかそれ、単純に性格が終わってるのもあるけど、それ以上に馬を殴り殺せる腕力の持ち主でもあったってことだよね。ただ一方で、確かに頭は良いらしい、ということは確かだった。事務処理能力が高く、経営に対して熱心で、倹約家な一面も評価されていてな。1924年には、教育委員会の収入役、いわゆる会計係にも選出されている。ほうほう。この立場についたキーホーは、とにかく減税のためにありとあらゆる手を尽くしたそうだ。しかし、教育委員会は彼の意見に耳を貸さずに、新しい学校の設立を決定した。学校が新しくできると、何か問題があるの。校舎を建てるにしてもただで建つわけじゃないし、教師や用務員を雇う金だって無限に湧くわけじゃないだろ。早い話が、学校が増えるとその分だけ、その地域に住んでいる人たちに課される税金が増えるんだよ。あちゃあ、それは確かにキーホーからすると、何のために俺は頑張ったんだよ。って感じだね。しかも悪いことに、キーホーの妻はこの時結核を患っていてな。何度も何度も入退院を繰り返していたことで、キーホー家の財政状況は極めて厳しいものだったんだ。このタイミングで増税されるというのは、彼にとっては文字通りの死活問題だった。それは辛いな。しかし、教育委員会だって何もキーホーへの嫌がらせのために新しい学校を建てようとしているわけじゃない。まあそれはそうだよね。実は当時、アメリカやカナダではそれまで主流だった、ワンルームスクール、というタイプの学校が衰退し始めていたんだ。ワンルームスクール、一つの教室に一人の担任と全生徒が集まって勉強をする、というスタイルの学校だな。だが、これでは子供たちにより良い教育を施すことが難しい。現代のように、年齢、学年ごとに分けられた複数の教室に生徒を分けてカリキュラムを組む、というスタイルの、統合学校、の需要が出てきたんだ。なるほど、その地域の子供たちのために、新しいスタイルの学校を建てようとしていたんだね。だが先ほども言った通り、そのために必要な新校舎の建設資金は地元住民への課税で賄うことになった。特に、土地所有者に対して財産税を新たに課すことになったことが、キーホーにとってはかなり厳しい向かい風となったんだ。これはちょっと、誰が悪いとも言えないね。まあそうだな。しかし、キーホーとしては新しい学校を作ろうとしている奴らが、まるで自分を破滅の道に引きずり込む悪魔のように感じられたことだろう。ただでさえ農業がうまくいっていないのに、奥さんが病気でお金が必要、にもかかわらず自分が関わっている仕事で増税が決定か。生地頭が良くて能力もあった分、どうにもならない状況への歯がゆさもあっただろうな。そしてとうとう、キーホーはローンを支払いきれなくなってしまい、抵当権によって農場を差し押さえられてしまったんだ。抵当権って言うと、雑に説明すると、ローンを組んで土地や建物を購入する際、もしお金が払えなくなったらこの土地や建物を没収します、と、金融機関が設定する条件みたいなもんだ。なるほど。え、でもそれやばくない、農場が差し押さえられたら、もうどうやってお金を工面したらいいのか。一説には、キーホーはこのタイミングで犯行を決意したのではないかと言われている。まあ本人もこの事件によって命を落としているので、真相は定かではないんだが、全ての元凶となった新しい学校、その学校に携わった人間に復讐をしてやろう、ってことか。ここで注目してほしいのは、確かにキーホーはかなり攻撃的な性格の持ち主で、あるいは悪人と呼べる人物だったかもしれないが、しかし、ただそれだけで犯行に至ったわけではない、ということだ。もともと暴力的な輩だったけど、どうしようもなく追い詰められてフラストレーションが溜まったからこそ、その暴力性が最悪な方向で発揮されちゃったってことだね。この大量殺人犯を弁護する意図は決してないが、実はこういう人間って珍しくはないんだよな。こういう人間って、今自分が不幸なのはあいつらのせいだから、せめて道連れにしてやろう、って考える人間だよ。ああ、確かにキーホーの身に降りかかった出来事は災難かもしれない。しかし、だからといって関係のない学校に通う子供たちを巻き込んで殺すのは全くお門違いだよな。でも、追い詰められた時に少しでも自分の状況を良くするために動くのではなく、
せめて相手にも不快な思いをさせてやろう。って動く人間は、意外とあちこちにいるんだ。そういう人間を追い詰めてしまうと、その、バス学校爆破事件、みたいな悲劇が起きてしまうかもしれないと。まあ、だからキーホーのような輩に好き勝手させておこう、みたいな話にはならないんだけどな。教訓として、そういうことがあるというのを知ってほしかっただけだ。さて、ここからは本題のバス学校爆破事件の経緯について見ていくことにしよう。復讐を決意したものの、キーホーはすぐには行動を起こさなかった。それどころか、事件より1年以上も前から着々と準備を進めていったんだ。こういうのってむしろしっかりと準備している方が、衝動的な犯行じゃない分だけ凶悪だってみなされるんだよね。でも、準備って一体何の準備なの？まずは、学校に馴染むための準備だ。学校を爆破するためには学校に爆発物を持ち込まないといけないが、見知らぬ人物が出入りしていては当然警戒されるだろう。特に、学校ほど大きな施設で大勢を巻き込む爆発を起こすためには、大量の爆発物を持ち込まなければいけないから、それだけ何度も出入りする必要がある。うわぁ、マジで計画的だ。でも、学校に馴染む準備って何をするのよ。大卒で頭が良かったキーホーは、その知識の豊富さを買われて、何でもや、としてのポジションを確立していた。そして、自分が電気設備に詳しいことをさりげなくアピールして、教育委員会から学校の設備を補修する、という役割を任されることになったんだ。農業用のトラックのメンテナンスも自分でできるって言ってたもんね。でも、電気設備に詳しいのもすごいけど、それをさらっと任されるように振る舞えるのが何より狡猾だわ。教育委員会からは割り振られた仕事、という名目があるから、誰もキーホーが校舎に出入りすることを不自然には思わない。そうして仕事をする傍ら、キーホーは大量の爆発物を少しずつ校舎の中に持ち込むことができたんだ。でもさ、大量の爆発物って簡単に言うけれど、そんな大量の爆発物を買っていくお客さんがいたら、お店や周りの人たちも警戒しそうなものじゃない。そこが、キーホーの行ったもう一つの準備だった。彼が用意した爆発物は、当時農場経営者の間では、地面掘削用、として用いられている爆薬だったんだが。うわぁ、爆薬ってそんな気軽に買えるんだね。彼はまず、周辺の住民に切り株を除去するためにダイナマイトを使っている、という話をしておいて、自分が爆発物を購入することが何ら不自然ではないように見せかけた。その上で、一度に大量の危険物を購入する、のはさすがに怪しまれるので、購入する店と時期を少しずつずらしたんだ。めちゃくちゃ冷静じゃん。増税によって農場経営に失敗、その腹いせに学校を爆破した、というと、かなり衝動的な性格の持ち主なんじゃないか、という印象を受けるよな。だがその犯行の準備は、こうして着実に進められていったんだ。そんなキーホーだったが、決行日が間近に迫ると、いよいよ周囲に犯行をほのめかすような発言をこぼすようになっていく。どんなことを言っていたの？使用人に給料を払った際に、これが最後の給料になるかもしれない、だとか、担当学級のピクニックを予定している教師に早めに行った方が良い、とアドバイスしたりだとかな。後世の私たちの視点からはなんとも皮肉に聞こえるけど、当時言われた人たちからするとチンプンカンプンだったでしょうね。そして事件の前日、キーホーはいよいよ最後の仕上げに取り掛かる。最後の仕上げって？まずは、入院していた妻の殺害だ。ええ。どうして奥さんを？やっぱり、奥さんの病気のために経営難に陥ったことを恨んでいたとか。どうだろうな、大量殺人者の妻として生き続けることを哀れに思って、せめて自分の手で、という可能性もある。それはそれで湿度高くて嫌だな。キーホーの妻は事件の2日前に入院していた病院を退院し、事件日までのどこかのタイミングで、頭部を鈍器のようなもので殴打されて死亡した。その遺体は手押し車に乗せられた状態で、農場の鶏小屋の近くに放置されていた。遺体を乗せた手押し車の周囲には、まるで供養とでも言わんばかりに高価な銀製品や宝石類、また金属製の金庫などが積み上げられていたという。いや怖い怖い。またキーホーは、自分の農場に自家製の爆弾を仕掛けた上で、農場中の動物たちを逃げられないように縛り付けた。そして自動車に必要な道具をありったけ積み込んで、そこから犯行に及ぶんだ。必要な道具って、古い道具や作業用の機械、金属製品に釘、とにかく爆発の際に飛び散ってできるだけ被害を増やすことのできるもの、を集めたとのことだ。それに加えて、大量のダイナマイトと銃弾を装填したライフル銃だな。
本当に恨み骨髄って感じだね。1927年5月18日午前8時45分頃、キーホーの農場で最初の爆発が起き、彼の住んでいた自宅は煙突を残して跡形もなく吹き飛んだ。周辺住民が爆発に驚いて、消防団への通報が行われたが、それはキーホーの計画通りの反応だった。あえて自宅に注意を引きつけることで、本命である学校への対処を遅らせるって作戦か。本当に狡猾だわ。そして午前9時45分、まるで地震のような激しい振動とともに、校舎に仕込まれていた大量のダイナマイトが爆発した。この爆発によって校舎の北側が崩壊状態となり、多くの教師や生徒が衝撃で吹き飛び、また瓦礫の下敷きになった。1年かけて仕込んだダイナマイトともなると、とんでもない量になってるよね。そして、キーホーの復讐はまだ終わらなかった。え？目撃者の証言によれば、キーホーは学校での爆発があった約30分後に、自動車で学校にやってきたという。そして、そこでこのバス等を学校の校長を見つけて、自分の車の方に来るように笑いながら呼びかけたんだ。ちなみにこの校長は、かねてよりキーホーがその経営が失敗続きであると、恨み節で語っていた人物だった。うわぁ。校長先生、逃げて。校長がキーホーの車に近づくと、キーホーは車内に積んでいたライフル銃を取り出して、大量の爆薬を積んだ後部座席に向けて発砲した。その瞬間、激しい轟音とともに車が爆発し、キーホー自身と校長がこれによって死亡。また近くにいた地元民や、学校の崩壊からどうにか逃げ延びた子供たちもこの第三の爆発に巻き込まれて死亡、あるいは負傷した。合計で3度の大爆発か。いや、後にわかることだが、実はこの学校にはまだ爆弾が仕掛けられていたんだ。校舎南側の地下室には、合計で 230kg もの爆薬が運び込まれていた。だが、こちらはセットされたタイマーの時刻を過ぎてもどういうわけか爆発しなかったので、校舎の南側は吹き飛ばされずに済んだんだ。ってことは、もっと大規模な被害になる予定だった。ってことね。結果として、このバス学校爆破事件は45名の死者と58名の負傷者を出すという大惨事になった。なお、犠牲者のほとんどはこの学校に通う、まだ7歳から12歳ほどの幼い子供たちだった。お金のことについては災難だったなって思うけど、巻き込まれた人たちやそのご遺族のことを思うと、これっぽっちも同情できないわ。また被害で言うと、キーホーの農場で飼われていた動物たちも全滅している。また最初の爆発現場となったキーホーの農場からは、彼自身が残したこんなメッセージが見つかった。犯罪者は自然に生まれるのではなく、作り上げられるのだ。クリミナルス、アー、メイド、ノット、ボーン。その一文で、キーホーがどんな思いでこの犯行に及んだのかが伝わってくるね。もちろん、霊夢の言ったように同情は全くできないけどな。その後、犠牲者たちは事件翌日から数日間にわたる合同葬で葬られることになったが、一方で、キーホーの遺体は家族に引き取られたが、葬儀は行われずに無名の墓碑の下に埋められることになったという。ともあれ、バス学校爆破事件の紹介はこんなところだ。今回の動画では、東海道新幹線の車内で乗客の男性がガソリンをかぶって焼身自殺したという衝撃の事件、東海道新幹線火災事件について紹介するぜ。すごい衝撃の事故っぽいけど、なんか名前に聞き覚えがあるかも。今回も結構最近の事件じゃない？ああ、2015年に起きた事件だ。日本における全新幹線で初の列車火災事故としても知られているから、知名度も高いな。ってことはそれまで、新幹線の火災事故はなかったんだね。というか、この事件が起きるまでは開業以来死亡事故ゼロという安全性の高さが新幹線の売りだったんだよな。まあこの事件も、列車の運行上のミスやトラブルで起きたものではない、つまり死亡事故ではないという扱いなんだが。まあちょっと、日本の安全な新幹線っていう売り文句にケチがついた感じは否めないね。しかも何が厄介かって、犯人が死亡しているから動機が不明なんだよな。突然ガソリンをかぶって自分に火をつけたんだ。周りの乗客もさぞ混乱したことだろう。というか、目の前でいきなり焼身自殺されるなんて経験、トラウマ以外の何物でもないでしょ。一体なんで、そんなことをしちゃったんだろう。一応調査は進んで、
事故以前の犯人の状況や、事故直前の目撃証言などからおそらくはこういう理由だろうという推測は成り立っているんだけどな。あ、そうなの？ただ、仮に犯人の動機が分かったところで、事件の再発を防ぐのが難しいというのもチェックすべきポイントだ。しかも今回の事件では、火災発生による新幹線の運行の遅れによる損害が発生したほか、別の乗客がこの火災に巻き込まれて死亡している。おう、ただの自殺でもやめてほしいけど、それだけじゃなくって周りに被害を出しているのはかなりまずいね。なので、今回の事件は単なる自殺ではなく、テロの性質があったという見方もあるくらいだ。犯人の目的が自殺ではなく攻撃なら、全く同じやり口で、もっと大勢を巻き込むこともできただろうからな。確かに、まず列車の中ってガソリン持ち込んでいいの、とは思ったよね。だが、かといって旅客機のように手荷物検査を実施したり、危険物の持ち込みを制限するというのも現実的ではない。今回の動画では、そういった鉄道関係各社の対策や苦労についても触れたいと思っているので、よければ最後まで見ていってくれ。それでは早速、事件の経緯について見ていくことにしよう。2015年6月30日午前11時半頃、東海道新幹線が運行する東京発新大阪行きののぞみ225号の先頭1号車車内で、その事件は起きた。東京都在住の71歳の男性乗客が、突如として自らガソリンをかぶった後、ライターで火をつけて焼身自殺を図ったんだ。改めて聞いてもやっばいわ。でも、その人は何の前触れもなく、いきなりそんなことをしたの？いや、事故の直前に他の乗客とこんなやりとりがあったそうだ。この先頭車の最前列に座っていた60代の女性乗客に対し、先ほどの男性が1000円札を数枚差し出して、拾ったのであげると話しかけた。いや不気味すぎる。女性乗客もさすがに警戒したのか、いらないとこれを断った。その後、少しの間通路をうろうろして歩き回った挙句、男性は突然危ないから出て行け、と叫んだ。やっぱり不審者すぎるけど、でも危ないから出て行けって言うってことは、まあ、周りを巻き込む意図はなかったんだろう。しかし、ただでさえ逃げ場のない狭い車内で、火災なんて起きたらほぼ確定で周りを巻き込んでしまう、と考える余裕はなかったみたいだな。ともあれ、男性はその後に先頭車の最前方のデッキに通じる自動ドアの前に立ち、持っていたポリタンクに入っていたガソリンを自らかぶった。へぇ？先ほど1000円札を差し出された女性が、男性に対してやめなさいと制止するも、男性はあなたも逃げなさいと警告して女性を追い払った。その後、無表情でライターの火をつけ、あっという間に炎が燃え広がって、その姿は煙の中に消えたという。なんというかさ、周りを巻き込んだ挙句に亡くなった方もいるんだから、こんなこと言うべきじゃないと思うんだけど、でも直前の言動を見ている限り、できるだけ関係ない人を巻き込みたくないっていう理性は感じるんだよね。まあそうだな、擁護するつもりはないが、全く理性のない狂人というわけではなかったのかもしれない。ともあれ、火と煙が上がったことで乗客の間にパニックが起き、先頭車両に乗っていた乗客は皆後ろへと避難した。2号車の乗客の証言では、1号車から避難してきた乗客の顔がすでにすすで真っ黒になっていたほどだったという。まあガソリンってあっという間に燃えるからね。後の警察の検証によれば、1号車の1から3列目までの座席は、あまりの熱によってシートが焼け落ちて骨組みだけになっていたという。樹脂製の窓やカバーも溶けていたそうだ。やっべえ。この焼身自殺によって火災が発生したことで、当時新横浜小田原間を走行していたのぞみ225号は、小田原市鹿野町で緊急停車することになる。その後、運転士が車内に備え付けられていた消火器を用いて、どうにかそれ以上に火の手が広がることは防いだが、その時点で、焼身自殺を図った男性乗客はすでに死亡していた。まあ言うまでもないことだけど、死因は焼死だろうね。また、1号車後方で倒れている女性乗客1名も見つかった。こちらも発見時点ですでに死亡しており、後の司法解剖で気道熱傷による窒息死が死因だと判明している。気道熱傷？高温の煙を吸ってしまい、喉が焼けて腫れてしまったということだ。そのために喉が詰まって息ができなくなったということだな。あまりにも災難すぎる。他にも、乗客26名と乗務員2名の合計28名が、煙を吸うなどして重軽傷を負った。当然だがのぞみ225号は小田原駅で運転打ち切り、発生直後から東海道新幹線は全線運転見合わせとなった。約3時間後の14時半から運転を再開したものの、大幅なダイヤの乱れに繋がったとのことだ。さて、神奈川県警はこの焼身自殺を図った男性乗客について、その遺留品から身元を特定。殺人及び現住建造物等放火の疑いで、男性の自宅の家宅捜索を行った。あ、そうか。
新幹線に対する放火っていう方の罪もあるよね。だが、事故から生還した他の乗客の目撃証言によって、男性が自殺を図る直前、他の乗客に後方への避難を促したこと、また、それによってほとんどの乗客が車両を出たタイミングで放火したことが明らかになり、殺人容疑は取り下げられ、代わりに傷害致死が当てはめられた。なんというか、何度聞いてもやりきれないわ。ただ、いずれにしても本人が死亡しているため、書類送検はされたもののその後に不起訴処分、動機不明のまま捜査は終了している。家宅捜索についても、自殺に関連しそうな証拠などは見つからなかったが、でも、動画の冒頭である程度の推測はできるって言ってたよね。うむ、この男性の背景や、遺族の証言などからとある人間像が浮かび上がったんだ。その人間像って、男性はもともと年金暮らしをしていたが、事件の1年ほど前から清掃業で働いていたという。年金だけじゃ生活できなかったのかな？ああ、年金が少ないということを口癖のようにこぼしており、その仕返しとばかりに年金基金の前で自殺してやるという発言を繰り返していたそうだ。おう、すでに過激な発言を。でも、自分がもらう立場じゃないからわからないけど、実際年金ってそんなに少ないのかな？いや、それよりもこの男性の場合、もともとギャンブル好きというのがあってだな。おい、パチンコや競艇にしょっちゅう出かけており、10年ほど前から複数の消費者金融に借金していたそうだ。それはさすがに自業自得すぎる。つまり、年金暮らしの老人がギャンブル好きがたたって借金く、それでやけっぱちになって焼身自殺したっていう話か。亡くなった男性の家族も、自殺の原因について借金で追い詰められていたと思うと語っている。事件前には、自宅の窓ガラスを割っていたり、電話の向こうの相手に激しく怒鳴るなど、衝動的な行動に出る様子を、男性の自宅の近隣住民が目撃したりもしているしな。まあ、どういう犯人像かってのは察したわ。だからって、何も焼身自殺することないというか、あんまりこういう話はしたくないけど、かなり苦しいっていうじゃん。いや、焼身自殺というのは基本的に、その凄惨な姿でもって社会に訴えかけるという、メッセージを込めた自殺なんだ。そうなの？世界各国で、特に言論の自由などを奪われた人々が行う最後の手段として、過去に何度も行われてきている。本来の目的は死ぬことというよりも、自分の死をもって強いメッセージを届けることってか、有名なのはアラブの春の引き金となった、2010年のチュニジアの露天商の焼身自殺だな。アラブの春、聞いたことあるような、2010年代に発生した、アラブ世界各地で起きた反政府デモの総称だな。そのきっかけとなったのが、チュニジアのジャスミン革命と呼ばれる民主化運動だ。当時のチュニジアでは若年層の失業率が非常に高く、国自体はそこまで経済的に困窮していたわけでもないのに、民衆がその恩恵を受けられないといういびつな状況だったんだよ。なんで国は貧乏じゃないのに国民の暮らしが貧しいの？一部の層、というより権力者一族が利益を独占していたからだ。わかりやすい政治腐敗だな。おう。で、そんなチュニジアでとある露天商の青年が焼身自殺を図った。経緯としては、なかなか収容できず生活苦から無許可で露天商をしていた青年が、役人に商品や商売道具を没収された挙句、侮辱や暴力を受けたというのが始まりだった。あまりにも終わってるでしょ。そもそも青年が収容できなかったのも、就職に必要な公的許可を何度申請しても、一つも許可が下りなかったためだった。青年は何度も役所に足を運んだが、商品や商売道具を返してもらうためには、ここの役人に賄賂を払う必要があった。うっばー。そこで、青年は役所の前の通りで自らガソリンをかぶって焼身自殺した。この自殺の様子とそれに至る経緯は、インターネットを通じて世界的に拡散され、アラブ世界各地で反政府デモを起こすきっかけとなったんだ。要するに、メッセージを訴える目的の焼身自殺で、実際にそれで社会が動かされているというケースもあると。ってことはつまり、この男の人の目的も、ああ、自身の借金苦は社会に原因があると考えて、その報復として焼身自殺を図った可能性が考えられる。いや、ちょっと被害妄想も入ってない？だって、ギャンブルやって借金してたんでしょ？まあギャンブルをするなとは言わないが、せめて自分のコントロールできる範囲に留めておくべきだよな。とはいえ、これはあくまで男性の置かれていた環境から推測した動機に過ぎないからな。実際には、もっと他の理由や、男性にしかわからない理不尽があったのかもしれないんだぜ。いずれにしても、本人が亡くなっているから知る術もないか。さて、この男性の動機はどうあれ、テロまがいの焼身自殺の事件発生を受けて、鉄道業界は大変な困難に見舞われることになった。基本的に、事件が起きたらそれを教訓として再発を防ぐってのが安全のためには大事だけど、こんなの、ちょっと防ぎようがないよね。そうなんだよな。
何せ、事件の動機が鉄道とは一切関係のないところにある。もらい事故にも程があるわ。とはいえ、事件は起きてしまったのだから、どういう形であれ安全対策の強化はしないといけない。世間の目ってのがあるからね。まず、駅構内の巡回強化や警備体制の見直し、防犯カメラの増設などが行われたが、はっきり言って、治安維持には繋がるかもしれないが、今回のような事件を事前に食い止める効果はちょっと期待できないよな。やっぱそうだよね。今回みたいに追い詰められた人って、多分防犯カメラがあるから焼身自殺はやめておこうとはならないでしょ。いや、むしろ社会にメッセージを訴えるのが目的なら、映像設備があるのは好都合なのかも。また、2016年時点で、JR 各社がガソリンや灯油など可燃性液体の車内持ち込みを一括禁止とすると発表したが、これもどうだろうな。手荷物検査とかはやらないんでしょ？まあそうだな。不幸な事故を防ぐことはできるかもしれないが、故意の犯人がいるとして、持ち込み禁止ですというルールだけで、持ち込むことを諦めたりはしないだろう。こっそり持ち込んだり、別の荷物にカモフラージュしたり、いくらでもやりようはあるもんね。とはいえ、乗車前の厳しい検査やそのための基準を設けてしまうと、それはそれで現場の負担がとんでもないことになってしまう。ただでさえ、過密なスケジュールで、一度に大勢の乗り降りがあるというのが鉄道業界の事情だからな。検査一つで、運行を大幅に妨げてしまうことは間違いない。個人的には、それでも安全を最優先にしてほしいけどね。ちょっと話が飛ぶかもだけどさ、スシローの醤油ペロペロ事件とかでも思ったんだけど、今の社会って基本的に全員がルールを守ることを前提にルールを作っているというか、ルールを破ることに躊躇のないような、いわゆる無敵の人が出てきた時にどうしようもないんだよね。それは確かにそうかもしれない。だがしかし、利用者のニーズとして、もしかしたら起きるかもしれない事件のための煩雑な手続きよりもストレスフリーに利用できる利便性の方が上回っているというのもある。でも、去年のいろんな事件を受けて、テロの起きない安全な日本ってのはもう幻だってわかったわけじゃない。そうだな、悪意を持った人間の行動を全て制限するというのは非現実的だ。また、特に日本人は列車に対して絶対に時間通りに運行されるべきだというかなり厳しい基準を持っているからな。ああ、そういう文脈もあるのか。なので、事件や事故を起こさないようにするだけではなく、起きてしまった時に、いかに被害を小さく抑えるかという対策も重要になってくる。そういう意味では、非常時に消火に当たることになる乗務員用の防炎マスク、耐火手袋などが車両に搭載されるようになった。他にも、単なる火災ではなく、今回のような放火事件を想定したシナリオ付きの避難誘導訓練を実施したりもしているそうだ。お、それはいいね。かつていくつもの事件や事故を経験したこと、そこからの反省や改善を経たことで、日本の輸送インフラの安全性は非常に高いものになっていると言われている。だが、繰り返しになるが、この事件が起きたのは2015年だ。まだ起きてから10年も経っていないのか。安全神話に油をかかず、ほんのわずかな事故や事件のリスクにも目を光らせる姿勢が、一番大事なんじゃないかな。ともあれ、今回の動画はこの辺で締めておこう。今回は、札幌姉妹、孤立死、事件、を紹介するぜ。孤立死って何？あ、孤独死のことを言ってるの。いやいや、孤立死、と、孤独死、は別の言葉だ。どちらも基本的には、一人暮らしのお年寄りなどが亡くなって、そのまま誰にも気づかれないという状態のことなんだが。孤立と孤独って、どう違うんだろう。孤独死、というのはあくまで、一人暮らしだったから、亡くなったタイミングで誰にも気づかれなかった。って感じかな。後日、連絡が取れなくなったことを心配したご家族や、ご近所の住民が異変に気づいて発覚することが多い。じゃあ、孤立死ってのは、一人暮らしをしていて、誰にも見取られずに亡くなったという点は変わらないが、もっと社会から切り離されている状態だった、ために命を落としてしまった、という意味合いが強いかな。社会から切り離されたって、一体どういうこと？より詳しく孤立死について知ってもらうためにも、まずは今回の事件の経緯を紹介させてもらおうか。2012年1月、北海道札幌市白石区のとあるアパートの一室で、二人の女性の遺体が発見された。この二人の女性はどちらも40代前半で、姉妹で同棲していたんだ。姉妹で二人暮らしって、仲良しさんだったのかな？というより、同棲せざるを得なかったんだ。妹が知的障害を患っていて、一人じゃ生活することができない状態だったんだよ。ああ、なるほど。
もともとは障害者向けの職場で働いていたんだが、それができなくなったので、姉の家でお世話になることになったとのことだ。でもさ、姉妹の二人暮らしだったんでしょ？それで、孤立死。って、なんか言葉がおかしくない。つまり、40代女性が二人で暮らしていたのなら、一人暮らしの老人が誰にも見取られずに亡くなった、という条件に当てはまらない、と言いたいんだな。そうそう。まあ、言わんとすることはわかる。だが、最後まで話を聞いてもらえれば、この二人の姉妹がどれほど孤独に死んでいったのか、よくわかると思うぜ。そもそも、どうしてお亡くなりになったの？姉の方は病死だな。脳内血腫で命を落としている。脳内血腫って、頭蓋骨内部の出血によって、脳の内部や頭蓋骨との隙間に血が溜まってしまう状態のことだ。血液が溜まり続けるせいで脳が圧迫され、様々な障害に派生してしまう。手術等によって治療できる場合もあるが、当然ながら放っておけば命に関わる。それはきついね。手術とかはしなかったのかな？できなかった、という方が正しいだろうな。どういうこと？少し前に、姉は仕事を辞めているんだ。ただでさえ妹を介護しながら働くのは難しいのに、自身も謎の体調不良に悩まされるようになってな。その体調不良も、脳内血腫ってのが原因なんでしょ。そうだ、以前から周囲の人間に、めまいや吐き気、物忘れが激しい、などの諸症状を訴えていたという。脳が常に内側から圧迫されている状態だからな、普通に働くことさえ厳しいだろう。で、仕事を辞めて収入が激減したため、国民健康保険にも入れなくなってしまった。保険料を払うことができないくらい貧しかった。ってことか。それは、医者にかかるのもためらっちゃうね。月の収入が、妹の障害者年金による6万円だけだったって話だからな。うわぁ、一人当たり月3万円か。生活費だけで消し飛んじゃうね。当然、貯金などの蓄えもなかった。家賃や公共料金は滞納しており、姉が亡くなると電気ガスも止まってしまって、誰にも面倒を見てもらえなくなった妹は、そのまま凍死した。遺体は服を何枚も重ねてきている状態で、またひどく痩せ細っており、胃の中は空っぽだったという。自宅で凍死するって、現代日本じゃちょっと考えられないね。何せ、真冬の北海道だからな。日中の最高気温が氷点下ってこともザラだ。腹の中が空っぽじゃ、体温を上げるエネルギーもない。しかも、電気ガスが止まっているから暖房もなし、お湯もなし、電子レンジも不可って状況か。でもさ、ちょっと疑問なんだけど。お、どうした？そんなに追い詰められるまで、二人は誰にも助けを求めなかったの。それこそ役所とかさ。こういう時のための生活保護じゃん。もちろん、役所にも相談に行ったさ。それも、一度や二度じゃないぜ。じゃあなんで？断られたんだよ。は、いや、断られた、という言い方は正しくないかな。姉は生活保護の申請の相談を行ったが、役所は申請したいとはっきりとは言わなかったので、申請書は渡さなかった、とのことだ。うん、ちょっとごめん、意味がよくわからないんだけど。言葉通りの意味だよ。役所の言い分としては、申請したい、という明確な言葉はなかったから、彼女たちが生活保護を必要としていないと判断した。役所から申請書がもらえなかったので、二人は生活保護が申請できなかった。いや、申請したい、っていう言葉そのものがなくとも、生活保護を必要としているのは一目瞭然でしょ。まあ、そこは個人の主観によるものだから、なんともだな。っていうか、じゃあ何のためにお姉さんが役所に相談に来たと思ってんのよ。生活保護の相談なんて、生活保護を必要としている人しか来ないでしょ。しかも、相談に来た回数が一度や二度じゃないんでしょ。霊夢、役所も本気で申請したいかどうかわからなかった、と言ってるわけじゃない。それくらいわかるだろ。簡単に生活保護を受給させないための口八丁、いわゆる水際作戦、ってやつだよ。どういうこと?例えば、生活保護について相談したいんですけど、みたいな消極的な態度では、生活保護の申請用紙はもらえないってことだ。生活保護についての相談を受けただけで、申請したいとは言っていなかった、とだけ記録に残される。つまり、こちらから生活保護が必要だから申請用紙をください、とはっきりと言葉にしないと、受給させないために、あの手この手ではぐらかされるってこと？そこまで言うと、ちょっと悪意的な解釈だが。まあ、実情としてはそんなもんだろう。バカなんじゃないの。
流暢に言葉遊びしている場合じゃないんだってば。っていうか、いざって時に機能しないセーフティネットなら、何のために住民税を支払ってんのよ。とはいえ、実際に窓口でどのような会話が交わされたのかはわからない。当時の面談担当者も覚えていない、らしいからな。そういうのって記録とかちゃんと残さないの。記録には家賃の高さを指摘した上で、懸命な求職活動を行うことを指示した、とだけ残っているそうだ。もっと頑張って求職して、家賃の安い家に引っ越せ。で、クソの役にも立たないアドバイス。それができたら苦労してないんですけど。実際、生活保護の要件に懸命な求職活動があるのは確かなんだ。それに、生活保護には住宅扶助というのがあるんだが、二人が暮らしていたアパートは、その扶助で定められている家賃の基準よりも、数千円ほど高かったらしい。たった数千円って、誤差すぎるでしょ。それに、具合の悪い40代女性が家族を介護しながら二人分の生活費を稼げる職場って、そんな都合のいい条件はそうそう転がってないよ。つうか、その基準より高いから絶対に受けられません。ってもんでもないしな。それに、厚生労働省が定める基準としては、世帯収入が13万円以下、ってのがあるから。この二人の月収の倍以上だね。これほど追い詰められているのに、申請書すらもらえないってのはちょっと異常だよ。生活保護の面談では聞き取り調査をするはずなんだが、一体何を聞いたんだろうな。こういうのを役所仕事って言うんだろうね。実際にはそんなことできないってわかってるくせに、非現実的なマニュアル通りの答えしか返してこないっていう。まあ、確かにマニュアルで動いている相手だから、どうにかこっちも口八丁で訴えれば申請書を受け取ることはできたのかもしれないけどな。いやいや、その時点でおかしいでしょ。口頭で担当者を言いまかさないと、本来もらえるはずの行政のサポートが受け取れないってシステム、一体何なのよ。不正受給問題とかもあるにはあるから、役所も無条件に申請を出すわけにはいかないってのはわかるんだが、結果として、この水際作戦が原因で受けられるはずの保護を拒まれ、孤立死や心中自殺に追い込まれる世帯が多くなっている、という指摘まであるほどだ。冒頭でマリサが言ってた、社会から孤立してなくなる、って言葉の意味がよくわかったわ。みんなはこんな、ザ・お役所仕事によって起きた悲劇についてどう思う？良ければ意見をコメント欄に書き込んで言ってくれ。他の人の考えも聞いてみたいもんね。今回はウクライナで起きた歴史的な飢饉と大虐殺、ホロドモールの悲劇について語っていくぜ。ウクライナといえば、今まさにロシアによる軍事侵攻で火中の国だけど、だが今回の事件は今の戦争とは関係ない。いや、ロシアとウクライナの長きにわたる因縁の一部ではあるから、全くの無関係というと語弊があるが。このホロドモールが起きたのは1930年代のことだからな。そうなんだ。歴史的な飢饉と大虐殺って言ってたけど、一体どんなことがあったの？ソ連の政策に振り回された構成国、特に当時のウクライナにおいて深刻な食料不足が起きたというものだ。ホロドモールというのはウクライナ語で飢えを意味する言葉のホロド、絶滅、抹殺を意味する言葉のモールを組み合わせて生まれた造語でな。その名の通り、大勢の人々が飢餓によって命を落とし、ひどい時には互いの命を奪ってその死体の肉を食うほどだった。空腹のあまり殺し合ってお互いを食べた。でも確か、ウクライナってソ連の国葬って言われるくらい豊かな土地じゃなかった。お、よく知ってるな。過去の動画でも何度か聞いたし、ウクライナ関連のニュースも本当に増えてきたからね。確か、なんでウクライナの国旗が青と黄色なのかって、青空と小麦畑をそれぞれ象徴しているからなんでしょ。国旗にわざわざ意味を込めるくらいには、農業が国のアイデンティティなんだな。ってその時は思ったんだけど、そんな豊かな土地を持つウクライナで、どうして飢饉が起きてしまったんだろう。良い着眼点だ。実はこのホロドモールは、人為的に引き起こされた飢饉だった、と言われている。え、単純に不作とかじゃなくて、誰かが意図的に飢饉を起こしたってこと？それならウクライナのような豊かな土地で飢饉が起きるのも納得だけど、でも人為的に飢饉を起こすなんてことが本当に可能なの。個人の力では難しいかもな。だが、これが当時のスターリン政権による政策だった、というと説得力が増すんじゃないか。スターリン政権が引き起こした大飢饉。こういった経緯のために、このホロドモールをスターリン飢饉だとか、ウクライナ飢饉
または飢餓ジェノサイド、と呼ぶ声もあるくらいだ。今現在も、このウクライナで起きたホロドモールがジェノサイド、すなわち計画的な虐殺だったとみなすかどうかで意見が割れている。ちょっと待って。ソ連各地で起きた大飢饉って言ってたよね。どうしてスターリンが、わざわざ身内の構成国で飢饉や虐殺を起こす必要があるのよ。もちろんスターリンだって、ただ自国民や構成国を苦しめるためだけに飢饉を起こそうとしたわけではない。いや、もしかすると攻撃的な意図はあったのかもしれないが、それだけが目的ではなかったんだ。一体どういうこと？どうしてこのような事件が起きてしまったのかを知るためには、当時の時代背景を少し詳しく説明しておく必要があるだろう。当時の時代背景って言うと、1920から1930年代、まだソ連が誕生してそれほど時間が経っていない頃だな。この時代に果たして何があったのか、少し歴史を紐解いて見ていくことにしようか。さて、みんな知っての通り、1917年に二度のロシア革命が起きてロシア帝国が崩壊し、その後に史上初の社会主義国家となるソビエト社会主義共和国連邦が誕生した。これは複数の共和国からなる連邦国家という体裁をとっていたが、その本質はロシア及びモスクワとそれ以外の間での格差が激しい、大変中央集権的な政治体制だった。過去にもうちのチャンネルで、その歪な体制が原因で起きた事故とか色々紹介してきたよね。ともあれ、そのソ連成立の功労者であり初代の最高指導者としてリーダーシップを取ったウラジーミル・レーニンが病死し、その後についたのがスターリンだった。確かスターリンって、かなり長いこと指導者の座にいたんじゃなかったっけ？1924年から1953年にかけて、実に30年近くもの間最高指導者であり続けた。繰り返しになるが、今回のホロドモール、と呼ばれる人為的な大飢饉も、主に彼の政権下で起きた出来事だった。めちゃくちゃ粛清とかしまくったんだよね。そうだな、自分と反対の意見を持つ政敵やその支持者を排除することで安定を目指すという、まあわかりやすい独裁者だった。で、このスターリン政権の序盤に立てられた国家計画に5カ年計画、というものがあってだな。5カ年計画？その名の通り、向こう5年間でこういう方向に国を成長させていきますよ、という計画だ。主な内容としては、重工業化、と農業の集団化、の2つを、国の産業における2本の柱とするというものだった。ちなみに、農業の集団化、というのは、自営農家の土地を強制没収して国有化し、そこで農民たちを集団で働かせて、運営や収益を国が徹底管理するというものだった。それはうまくいったの。まあ実際に数年のうちに西洋の資本主義先進国に並ぶほどの技術力や経済力は手に入れることには成功したが、しかし、それは多大な犠牲を払うものでもあったんだ。先ほど霊夢が言及していた反対派への厳しすぎる処罰や弾圧、なんかも、その犠牲の一つだな。なるほどね。その農業改革の中で発生した大飢饉、ホロドモールも、犠牲の一つってことかな。そういうことになるな。さて、一方のウクライナに目を向けると、ロシア革命後より独立を掲げていて、それを阻もうとするロシア、ソ連との戦争を繰り広げていたんだ。4年以上にも及んだこの戦争では、ウクライナ側に多くの死傷者を出しており、結果として敗戦したウクライナはソ連に取り込まれることになった。もうその頃から因縁バッチバチなんだね。確か、今のウクライナの首都キーウが、ロシアにとっては自分たちのルーツがある土地だから、取り戻したいっていう言い分なんだっけ？それがウクライナ侵攻の理由の一つだと言われているな。で、この時代のウクライナとソ連の戦争の過程で、クラーク撲滅運動、というものが行われた。クラークって、少年よ大志を抱け、の人だっけ？いやいや、そっちじゃないぜ。ここでの、クラーク、というのは、ソ連における自営農家。特に利益を独占して貧しい農民を苦しめている一部の富農、という意味があったんだ。つまり、その裕福な農家を撲滅する運動ってことか。なんか足ざまに言ってるけど、それって何か問題あるの？その富農の人たちだって、自分の力で頑張って稼ぎを増やしていったんでしょ？もちろんないが、社会主義にとっては都合の悪い存在だったんだよ。あ、そうか。社会主義って、みんなが平等に労働して、平等な利益を分け合おうって考え方だっけ？まあかなりざっくりとした理解だが、そんなところだ。
富農たちは悪者というより、ソ連の五カ年計画や社会主義にとって邪魔な存在だったので、印象操作などによって悪者ということにされた、と言うべきだろう。プロパガンダってやつだね。実際、当時のソ連下において、貧しい農民が豊かな農民を敵視するようなことはなかったそうだ。むしろ同業者としての連帯感が強かったとまで言われている。つまり、ソ連政府としては本当に豊かな農民を敵視していたのではなく、農業の集団化に反対している立場を取っている人たちを、あいつらは富を独占している社会主義の敵だ、って叩きたかっただけなのね。また、このクラーク撲滅運動の中で迫害や弾圧をされた人々の中には、そこまで裕福ではない農家も含まれていた。少しでも資本主義に組みする、とお偉方に判断された時点でアウトってことだな。いくらなんでもそれは、このクラークに対する撲滅運動はレーニンの時代から始まっており、その当時は大きな反感を買ったんだが、スターリン政権で五カ年計画が打ち立てられると、そのあまりに強権的なやり方によって、政府側がどんどんと優勢になっていくんだ。迂闊に反対すると、なるほどシベリア送りだ。だもんね。あのミームもあながちフィクションじゃないから恐ろしいよな。ともかく、スターリンはクラークに対して重税を課して、反乱を徹底的に潰して大勢を処刑、さもなければ強制収容所に連行したんだ。このクラーク撲滅運動によって数十万人、あるいは100万人以上が犠牲になったという説もあるほどだな。つまり、それだけ大勢の農家がいなくなったってことだよね。そうだ。そして、ウクライナ人の多くは農民だった。つまり、処刑された農民の割合に占めるウクライナ農家の割合も多く。それが、後のウクライナでの悲劇、ホロドモールに繋がるってわけか。そういうことだ。なお、この後に起きたホロドモールの犠牲者はこの、クラーク撲滅運動、の日ではなく、多すぎるほどに多い。ではここからは、ホロドモールの具体的な被害の内容について見ていくことにしよう。なおここまでの話は本当に触りでしかないので、もっと詳しい経緯や背景が知りたいって人は各自で調べてみてくれ。あるいは、詳しい方がいればコメント欄でみたいな補足や指摘をいただけると非常にありがたいんだぜ。ここまでの要点としては、ソ連が自分たちの掲げる主義や政策のために、頑張ってたくさん稼いでいる農家を目の敵にし始めたと。で、実際にクラーク撲滅運動の中で、富農と認定された農家が弾圧や迫害を受けていて、これが後にホロドモールに繋がったということだよね。当時はクラーク撲滅運動以外にも、農民の強制移住であったり、穀物の強制徴発などによって、ソ連中の農民がダメージを受けていた。特に農家の多かったウクライナではその被害も甚大で、この一連の政策は、ウクライナへの嫌がらせや攻撃の目的もあったのでは、と考える人も多い。やってることは、それっぽい理由をつけて、自分たちに従わない不穏分子への兵糧攻めだもんね。えぐい攻撃するわ。もちろん実際に当時のソ連にそういう意図があったかどうかはわからないが、旗から見たらそう見えるということだ。で、ウクライナでいよいよ飢餓問題が深刻化しても、ソ連はウクライナの農地から取れる小麦の強制徴発を止めなかった。ウクライナへの締め付けの意図の有無以上に、小麦の輸出は当時のソ連にとっての主要な外貨獲得手段だったんだ。小麦を売ることでお金を貯めて、そのお金で海外のものを買うってことだね。それにしたって、自分たちの食べる分の小麦すらないのに、さらに小麦を持っていかれるだなんて。こういう飢餓を招く輸出のことを、そのまま飢餓輸出、とも言ったりするそうだ。特に1932から1933年に起きたウクライナの大飢饉、ホロドモール、は本当にひどくてな。さっきも触れた、スターリン政権が意図的に起こしたウクライナへのジェノサイド、って言われてるやつね。ジェノサイドって言葉を聞くと、戦争とか迫害で特定の民族を執拗に、物理的に攻撃するってイメージだけど、こういう兵糧攻めによって間接的に起きるパターンもあるのか。このホロドモールをジェノサイドとして見る場合、オスマン帝国によるアルメニア人の大虐殺や、ナチスドイツによるユダヤ人へのホロコーストと同等の悲劇があったことになる。あのホロコーストと並べて語られるほどか。ただ一方で、ジェノサイドというよりも、先ほども語った外貨獲得の意図が大きかった、という見方も一応あるにはある。農業の集団化では当初見込んでいたほどの利益が出ず、それでも無理やりに工業化を推し進めようとした結果、無理を承知で小麦を売って金を作るしかなかった、ということだな。ウクライナの農家をいじめたのは、目的ではなく結果だった。ってこと、
それにしたって、結局はウクライナの人々を大勢殺してるんだから大差ないでしょ。それに、裕福な農家の人たちを徹底的に弾圧、迫害してるのは、それとは関係ないことだよね。まあどう受け取るかは人それぞれだな。ただ確かに、ウクライナの人々がそれによって虐げられたという結果は変わらない。何せ当時は、国を経由せずにパンや小麦を売り買いしたり、国の定める基準の収穫高を達成できなかったり、挙句は落ち穂を拾うだけでも罰せられたって話だからな。厳しいとかそういうレベルの話じゃないのよもう。またウクライナで言うと、1932年に国内パスポート制が導入されたことで国境が実質的に封鎖されて、土地を捨てて逃げることさえもできなくなってしまった。つまり、ウクライナで農家として暮らす以外の道を選べなくなっちゃったのか。そうだ。農民は農民として政府にいじめられながら、自分たちの食い扶持すら稼げずに、どうにか収穫した小麦はすぐに没収されて、挙句には怪しい行為をしたらすぐ逮捕だ。そこから逃げることさえ許されなかったと。当時のこの状況はヨーロッパ先進国も問題視しており、赤十字を通じてソ連政府に、あんたたちの国の基金問題やばいからどうにかしてよ、という要請を行ったが、絶対素直に聞かないよね。そうだな、当時のスターリン政権としては、基金問題を認めることは自分たちの威信を失うことにつながるわけだ。敵にも味方にも弱みを見せたくないソ連は、飢饉が起きている事実は伏せて、5カ年計画は成功している、という建前を維持し続けた。飢饉は存在しない、存在しない問題に対策を行う必要はない、という言い分だな。いやいや、それが隠せてないから要請が来てるんでしょうが。あるいは、実際に政府上層部のもとには成功している、という報告が届いていたのかもな。ああ、役人としては正直に進捗を報告して、上役の機嫌を損ねることはしたくなかっただろうからね。さて、自分で作った小麦すら食べることができなくなったウクライナで、一体何が起きていたか。人々はまず、辺りにいる動物を殺して食べることで飢えをしのいだ。やがて生きている動物がいなくなると、虫や木の根っこ、果ては病死した馬や人の死体をわざわざ地面から掘り起こして、それを食べたというほどだ。へ？人道的に見ても非常に恐ろしい出来事だが、ここで問題視すべきなのは、適切な処理をされなかった死体の肉を食べることによる健康上のリスク、だ。これによって大勢がチフスや赤痢などの病気に感染して命を落とした。しかし、彼らは病気になるかもしれないというリスクを気にしている余裕はなかったんだ。さもなければ飢えて死ぬか、ソ連の秘密警察に連行されて死ぬか、その二択だからな。人間性の限界を見ている感じだわ。さて、やがてそんな死体も食べ尽くしてしまい、それでも食べるものがないとなると、次は何を食べたらよいんだろうな。まさか。そうだ、当時のウクライナでは生きている人間を殺して、その肉を食べた事例があったと言われている。食人のための殺人行為なんて。でも、これはさすがに責められないわ。とある記録では、2000人以上もの人間がどういった形にせよ、人肉を食べた、とされている。だが、実際には記録されている以上の食人行為があったことは間違いないだろう。なお、この人々は後に共食いを行ったという罪で裁判で裁かれ、有罪判決を受けることになった。これで有罪って、じゃあそのまま飢えて死ねっていうの？というか、人々が食べるものがなくなって人間を食べたことを認知しておいて、飢餓の問題はなかった、と言い張るのはいくらなんでも矛盾しすぎじゃない。この一連の出来事によって、最終的に当時の全ウクライナ人口の2割ほどが失われたという。ただ、あまりにも多くの命が一度に失われ、しかもそれらは存在しない問題、として徹底的に秘匿されたため、今でも正確な数字は分かっていない。さて、ここからはこのホロドモールがどのような結末を迎えたかを少し見ていくとしよう。さすがに、永遠にウクライナへのジェノサイドが続いたわけじゃないよね。もちろんだ。先ほど、大飢饉の事実は隠蔽されていたと言ったが、実際にはどうにかして当該国に潜入取材したジャーナリストや、決死の覚悟で逃亡に成功したウクライナ人の証言によって、問題は世界的に認知されていった。それでもスターリンは、国際的なメンツを保つために、自分の政策の破綻を認めることはせず、飢饉については作り話だ、というスタンスを崩さなかった。いやいや、もう隠し通す方が無理があるでしょ。やがて、5カ年計画、が完遂すると、農家への締め付けも終わったが、あまりに大勢の人々が死んだので、ウクライナではその後の出生数が異常なほどに減っている。その後、第二次世界大戦と冷戦を経て、
1991年にソ連が崩壊してウクライナが独立を達成するわけだが、60年もの年月が流れているけど、この問題を風化させるわけにはいかないよね。その通りだ。当時の記憶や記録は失われかけていたが、ウクライナは2006年に最高議会で、あれはウクライナ人へのジェノサイドだった、と認定し、改めてソ連による虐殺があったことを世界に訴えた。以降現代に至るまで、多くの国がこの事件をジェノサイド、もしくは人道に対する罪だということで承認をしているが、肝心のロシアの見解はどうなの？現在のロシアの意見としては、当時大飢饉があった事実は認めている。しかし、それは多くのソ連構成国が経験したものであり、とりわけウクライナに対して行われた虐殺というものはなかった、というスタンスだ。このロシアの見解のために、国連やユネスコといった国際機関では、ウクライナでジェノサイドがあったという事実の承認は却下されてしまった。ええ？だが、2022年にロシアのウクライナ侵攻が始まると、EU はこの年の12月にソ連によるジェノサイドがあった、という承認を行った。今後のウクライナ侵攻の顛末次第では、このホロドモールについての扱いがまた変わってくるかもしれない。ともかく、この動画での紹介はこのあたりで区切っておくことにしよう。今回は川崎市簡易宿泊所火災について解説していくぜ。簡易宿泊所ってあんまり聞いたことがないんだけど。宿泊所ってことは、ホテルか何かで起きた火災だったってこと？宿泊施設っていうところは間違いないんだが、今回の事故は簡易宿泊所ならではの問題があったりするんだよ。簡易宿泊所ならでは？そこのところも含めてしっかり解説していくから、心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。事件について解説する前に、まずは今回の事件の舞台となってしまった簡易宿泊所について解説していこう。そうね、ぜひお願いしたいわ。さっきも言ったけど、宿泊所ってことはホテルか何かってことよね？宿泊施設っていうところでは同じだが、細かい分類が違うんだよ。そもそも日本では旅館業は3つに分類されるんだ。3つ？まず1つ目は旅館、ホテル営業。和式の構造や設備のある施設で人を宿泊させるのが旅館、洋式の場合はホテルに区分される。もともとは旅館営業とホテル営業とで分けられていたんだが、2017年から統一されたんだ。私が想像してるようなホテルとか旅館はここに入りそうね。その通り。そして二つ目は下宿営業。これは1ヶ月以上を単位として人を宿泊させるものだ。学生向けに作られていることが多いな。ふむふむ。そして三つ目。これが簡易宿所営業だ。宿泊する部屋を何人かで共用する構造になっている場合、簡易宿所営業に分類されるんだよ。え？部屋を知らない人と一緒に使うってこと？そうそう。スポーツ合宿所とかカプセルホテルなんかもこれに当てはまるな。そしていわゆるドヤ街にある安い宿泊所も簡易宿所として分類されてる。今回事件が起きてしまったのはどちらかというと後者の宿泊施設だったんだ。なるほどね、そんなところで火事が起きちゃったってことか。さて、じゃあここからは本題に入っていこう。今回事件が起きてしまったのは、川崎市川崎区日進町の簡易宿所、吉田屋だ。昭和36年に創業した簡易宿所で、一泊は2300円ほどで、長期滞在に使用している人が多かった。人によっては20年も利用していた人もいたんだよ。20年。20年もここに泊まってたの？でも、そんな長い間滞在するなら、近くのアパートを借りた方が良かったんじゃないの？そこにはちょっといろいろと事情があるんだよ。それに関してはこの後解説するぜ。なるほど、何か訳があるのね。わかったわ。2015年5月17日午前2時10分頃、吉田屋の玄関から出火してしまった。火の勢いは恐ろしく強く、10分ほどで宿泊施設全体に燃え広がってしまった。出火したのが玄関だったことから、2階にいた宿泊客は窓を破って飛び降りて脱出しなければいけなかったんだよ。ひえー。いくら2階とはいえ飛び降りるなんて怖すぎる。でも飛び降りないと火に巻き込まれちゃうんだもんね。そういうことだ。炎の勢いはどんどん増していき、近くのマンションの8階くらいの高さにまで燃え上がった。吉田屋の隣には、吉野という吉田屋と同じ簡易宿所があったんだが、こちらにも火は燃え移ってしまったんだ。なんてことなの。結果、吉田屋と吉野は全焼してしまったんだよ。そして17人が重軽傷を負い、11人が亡くなってしまった。
なんか話を聞いている限り、あっという間に燃え広がっちゃったって感じよね。どうしてそんなことになっちゃったのかしら？霊夢の指摘通り、今回の火災は火の回りが通常よりも早かった。この原因は二つあると考えられているぜ。二つもあるのね。まず一つ目は出火の原因になった成分だ。今回出火場所は吉田屋の玄関だったが、もともとはこの場所に火災の原因になるようなものはなかったんだ。そりゃ玄関だもんね。台所とかならまだしも、玄関で出火するなんてものすごく珍しいと思うわ。その通り。そして消防局の調査の結果、出火場所からガソリンと見られる成分が検出されたんだよ。このことから、今回の火災はガソリンを使用した放火だと考えられているんだ。ガソリンを使うとものすごい勢いで火が広まってしまうからな。なるほど。そういうことだったのね。そして二つ目の原因は吉田屋の構造だ。吉田屋も吉野も木造2階建てとして川崎市に届けを出していたんだが、実は改築を行っていて、事件当時は木造3階建てに吹き抜けのある構造になっていたんだ。これが火の回りに大きく影響してしまったと言われている。死に届けを出した構造と違うっていうのは良くないことだと思うんだけど、どうして3階建てに吹き抜けのある構造が火の回りと関係してくるの？なんか別に関係ないように思っちゃうんだけど。火災が起きて火が進むとき、そこに壁や天井があると火が一旦止まるんだよ。壁や天井を燃やし尽くすまでは次のフロアには火が進まないんだ。なるほど、確かに言われてみたらそうかもね。だろ？ところが、吹き抜けがあると吹き抜けが火と煙の通り道になってしまうんだよ。本来なら天井や壁を焼き尽くすまで次の階には進まなかったはずの火が、吹き抜けを通って次々と燃え広がってしまうんだ。ひえー、それは確かに危ないわね。それに、そもそも3階建て以上の宿泊施設を作る場合は耐火建築物にする必要があるんだ。耐火建築物？建物の主要構造部に耐火性能がある素材を使った建物のことだよ。代表的なのは鉄筋コンクリートとかレンガ、鉄鋼モルタルだな。もちろん木造でも耐火建築物を作ることはできるが、その場合はそれぞれ耐火性能のある素材で覆う必要があるんだ。へえ、そうだったのね。じゃあ吉田屋と吉野はどうだったの？残念ながら、二棟とも木造建築だったんだ。ええ？ダメじゃない。違法建築だったってことよね？その通り。この構造上の問題を川崎市消防局は把握していたんだが、建築基準法周りに関しては管轄が市役所だったこともあって伝わっていなかったそうだ。あんまりだわ。さて、ここからは事件のその後について解説していこう。今回火災が発生した吉田屋と吉野が違法建築だったことから、川崎市は市内の簡易宿泊所に立ち入り調査を実施したぜ。それは大事ね。こんなこともう繰り返さないでほしいもの。それで、結果はどうだったの？結果は、なんと、49棟中32棟が吉田屋と似たような構造になっていて、うち24棟は建築基準法に違反していたそうだ。ええー。49棟中24棟って、半分近く違法建築だったってこと？でも、調査したんだから今は全部ちゃんと改善されたってことよね？それがそうはいかないんだよ。もちろん川崎市は建築基準法に相応に勧告し、一部は営業停止や廃業になってはいる。だが、いろんな問題があってほとんど改善されていないんだ。なんでよ？一体何の問題があってほったらかしにしてるの？まずは費用面の部分が大きいな。調査の対象になっている簡易宿泊所はもともとかなりの低価格で施設を提供しているような場所だからな。すぐに改築できるほど資金に余裕がある施設は少ないんだよ。でも、命に関わることなのよ。改善しないなら、市の方で営業停止にするとかできないの？それをしてしまうと、また別の問題が起きてしまうんだよ。別の問題？簡易宿泊施設の利用者の問題だ。一昔前まで、簡易宿泊施設は日雇い労働者の仮住まいとして利用されていた。ところが近年では利用者が変わってしまっているんだ。どういう人が利用してるの？生活保護受給者だよ。今回の吉田屋も宿泊者の9割が生活保護受給者だったんだ。そうなの？高齢だったり単身の生活保護受給者の場合、一般的な賃貸アパートを借りることが難しいんだよ。賃貸物件っていうのはもともと単身の高齢者を避けたがる傾向があるし、彼らは親族と疎遠な場合が多いから保証人になってくれる人もいないからな。なるほどね。そういえばさっき、20年以上泊まっている人もいるって言ってたわね。そういう理由だったとは思いもしなかったわ。
簡易宿泊施設がなくなってしまうと、彼らが生活するための受け皿がなくなってしまうんだよ。今回の場合も、今まで生活の拠点にしていた簡易宿泊所がなくなってしまったことで行き場をなくしてしまった人たちがいる。じゃあその人たちは路上生活するしかないってこと？もちろん市や民間のサポートでなんとか住む場所を紹介してはいるんだ。でも、これにも別の問題がある。彼らは今まで簡易宿泊所で同じような境遇の人たちとコミュニティを作り、助け合いながら生きてきたんだ。でも別の場所へ移るとなるとそこから引き離されることになってしまう。それって想像すると結構きついわね。私だったら寂しくて耐えられないかも。私もそう思うぜ。かなり厳しい問題だよな。実際川崎を出てから路上生活に戻ってしまった人もいたんだよ。火災以外にも根深い問題がたくさんある事件だったのね。なんだかなんとも言えない気持ちになっちゃったわ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回は2013年にイタリアの地中海で起きたランペドゥーザ島難民船沈没事故を紹介するぜ。難民船ってことは、よその国から逃げてきた人たちを乗せた船ってことかな。その通りだ。アフリカからの難民数百名を乗せた船が、地中海に浮かぶ島へ向かう途中で沈没してしまったという事件だな。しかも、同じ年に二度も難民船の沈没が起きたことで、計り知れない数の犠牲者が出たんだ。未だに発見されていない遺体も多いため、詳細な犠牲者数もわかっていない状態だ。難民ってそんなにたくさんいるの？おいおい、知らないのか。アフリカや中東などからヨーロッパへと逃れる難民問題は深刻だ。現代でも、年間数千万人にも及ぶ人々が流れてきているとされているんだぞ。そんなに？まあ、日本は遠く離れた極東の島国だし、難民問題を身近に感じることはないかもしれないが。しかし、難民問題ってのは国際的に重要なトピックの一つだ。例えば、数年前にイギリスが EU を離脱したことは記憶に新しいと思うが、あれだって難民問題で揉めたのが理由の一つにあるんだぜ。そういや、そんなことあったね。こや、事件そのものについて話す前に、その背景から説明した方が良さそうだな。というわけで、まずはヨーロッパにおける難民問題の背景から説明しておこう。事件そのものについて知りたいという方は、お手数だが各自スキップしてくれ。さて、まずは、なぜアフリカからの難民が多いのか、についてだな。そりゃあ、暮らしが貧しいからじゃないの。まあそれは原因の一つとしてあるな。じゃあ、なぜ彼らの暮らしが貧しいんだと思う？え、それは、ちょっと考えたことなかったけど、産業が根付かないからだ。産業が、厳密に言うなら、農業や鉱山労働といった第一次産業に従事する人口は多いものの、それを加工したりサービスとして提供したりってことができない。どうして農業や鉱山労働しかできないと貧しいの？例えば、農業は天候に左右されやすく、安定した収入を得ることが難しい。アフリカでは作業の機械化や効率化も進んでいない土地も多いしな。そういや、アフリカといえば干ばつとかひどいって言うし、昨今は気候変動もあるから影響もろに受けてそうだよね。鉱山労働についても、まあコストパフォーマンスが見合ってないの一言だな。重労働に対して対価が低い上に、国がそれをサポートする制度なんかもまだまだ不十分だ。でもさ、じゃあそれ以外の仕事をすればいいんじゃないの？それは難しいな。どうして？主な原因は二つ、労働者のスキル不足と国の産業の未発達な現状だ。まず、労働者側の問題で言うと、彼らは言葉を読み書きできない。もっと言うと、英語やフランス語といった共通語を学ぶ機会がないんだ。学校では教えてくれないの？そもそも学校に行けないんだよ。アフリカでは貧しい家庭が多く、子供を都市部の学校に通わせてあげられないんだ。それどころか、子供は貴重な働き手で、幼いうちから農地や鉱山で働かせるのが当たり前のケースも多い。そうなんだ。でもさ、英語やフランス語が学べなくても、自分たちが普段使っている言葉があるでしょ。普段使っている言葉はあるが、アフリカは一つの国にいくつもの部族が混在しているケースがほとんどだからな。自分たちが使っている言葉を、仕事相手も使っているとは限らないだろ。一つの国にいくつもの部族。そこからちょっと深掘りしておくか。19世紀末から20世紀半ばにかけて、産業革命によって労働の機械化、効率化を終えたヨーロッパ先進国には、次なる課題があった。労働の機械化と効率化をした？
その次の課題。原材料の不足だ。あ、なるほど。一度に大量の商品を生み出せるような技術が発達したとしても、材料がなければ持ち腐れだもんね。そうだ。だがヨーロッパの土地は狭いので、原材料を生産するための十分な農地を確保できない。そこで、アフリカやアメリカ大陸を植民地支配して、そこで大規模かつ効率的な農業を行って原材料の大量生産を行うという流れになった。これは、植民地における大規模農業、プランテーションとも呼ばれている。それ、普通の農業とは何か違うの？植民地支配における大規模農業では、ヨーロッパからやってきた白人が農地を経営して、現地の人々を労働力として搾取した。その上で、基本的には一つの品目に絞って育てさせるんだ。ほうほう。これは、アフリカの農業の近代化を一気に推し進めるというメリットもあったが、それ以上にデメリットが大きかった。結果として、その土地にはその一つの品目に絞った農業のノウハウしか根付かないだろう。なので、今でもアメリカや南米なので、特定の品目のみに特化したいびつな農業、経済が問題視されているんだ。いわゆるモノカルチャー経済ってやつだな。一つのものしか育てられないって、そんなに問題なの。例えば、特定の作物だけに感染する病気なんてはびこってみろ。その一つのものが不作になっただけで、国の経済ほぼ全滅だぞ。あ、そっか。ともあれ要するに、19世紀末から20世紀半ばまでのアフリカは、ヨーロッパ先進国の都合に振り回された時代だったんだよ。で、その過程で起きたアフリカ分割、というのが、後々まで禍根を残したんだ。アフリカ分割？ちょっとアフリカの地図を見てほしいんだが、やけに直線的な国境が多くないか。ああ、うん、それは思ったことあるよ。ヨーロッパと違ってごちゃごちゃしてないから、わかりやすくていいよね。これはそう簡単な話じゃないんだよ。そもそもなぜ、アフリカの国境が直線的なのか。まさか、それもヨーロッパの都合？当時アフリカの植民地を支配していた複数のヨーロッパの国々が、わかりやすいように経度、緯度に沿って担当エリアを分けよう、ということをやったんだ。うわぁ、かなり雑な決め方だ。だが、もともとその土地に暮らしている人々って、別に経度や緯度に沿って暮らしているわけじゃないよな。そりゃそうでしょ。なので、突如としてヨーロッパが引いた国境線のせいで、同じ民族なのに別々の国に分けられたり、逆に複数の民族が一つの国の国民ってことでまとめられたりしたんだ。ああ、雑な仕事のしわ寄せが。このために、今も民族同士の対立感情が高く、地域によっては紛争にまで発展することがある。そりゃあ難民も出るわ。いやいや、これはまだ数ある問題の中の一つに過ぎないぜ。まだ他にも原因があるの。アフリカ諸地域は第二次世界大戦後に少しずつ植民地支配から独立していくんだが、しかし、今まで長いこと植民地支配を受けていた地域が、急に独立しても国家運営のノウハウがないんだよ。まあ、ヨーロッパもアジアも時間をかけて少しずつ今の形になっていったんだもんね。まだ世界大戦から1世紀も経ってないのに、急に近代化を目指せってのも無茶でしょ。で、そんな不安定な独立国家で何が起きるかってのは、相場が決まってる。何が起きるの？旧宗主国との癒着、からの政治腐敗、そして業を煮やした軍部によるクーデターだ。うわぁ。で、ここが国の未発達な産業、にかかってくる。政治家や富裕層といった一部の層だけが得をして、何かあればすぐに銃と暴力で脅すような土地に、どうやって産業が育つんだという話なんだよ。工場を建てたり外資を誘致したり、みたいなことをやってる余裕がないわけね。もちろん全てのアフリカ諸国が同様の課題を抱えているわけじゃない。だが、こういった貧しくて危険な暮らしのせいで、命の危機にさらされている人は大勢いるんだ。そんな人々が、一縷の望みをかけて海を渡って、ヨーロッパへと逃げてくるってわけか。今回は沈没事故と関係のあるアフリカに焦点を当てて話したが、それとは別に、中東やアジアからの難民などもヨーロッパにやってくる。しかし、ヨーロッパとしては難民がやってくるとちょっと困ったことになるんだ。困ったこと？例えば治安問題だな。難民が増えると治安が悪化するってこと？例えば、ヨーロッパにやってきたはいいものの働き口もなく、生きるために犯罪に手を染める者がいる。あるいは、難民に税金が支払われることに不満を覚える人や、自分が就職できないのを難民に働き口を奪われた、と考える人もいる。なるほど。さらには、難民に紛れてイスラーム過激派勢力なんかも流入してな。
2015年11月には、フランスのパリで同時多発テロが発生したが、これは難民としてやってきた人物が起こしたものだった。つまり、ヨーロッパ側としては難民を受け入れるのはリスクしかないんだね。とはいえ、難民は治安を悪化させるから受け入れない、とは言えないわけだ。人道的な観点もあるし、先進国としての義務感や、他の国に対するメンツや体裁もある。じゃあどうするの？まあできることといえば、せいぜい難民の受け入れ申請を厳格なものにしたり、間口を狭めたりするぐらいだな。しかし、そうすると何が起きるのかというと、何が起きるの？正規の手段で難民申請ができないなら、非合法な手段で渡航してしまえばいい、ということだ。何せ、申請が通るのを待つ間、生き延びられるかもわからないんだからな。なので今日も、命からがらボートに乗って地中海を渡ろうとする難民が後を絶たないってわけだぜ。なんか、思ってたよりもかなり深刻な問題なんだね。さて、アフリカの難民の背景を知ってもらったところで、ここから本題に入ろう。はい、よろしく。2013年10月3日、この日も北アフリカのリビア沿岸からイタリアのランペブーザ島を目指して難民を運ぶ、非合法の船が出発した。このランペブーザ島はアフリカから最も近い欧州、とも言われていて、地中海を渡るアフリカからの難民がよく訪れる場所だぜ。ふんふん。だが、ランペブーザ島への航路を3分の2ほど進んだところで、エンジントラブルが起きた。あらら、道半ばにして。原因は何だったの？さあな、ボートは沈没してしまっているから何ともだ。だが、事故後の情報によれば、長さ20メートルほどの漁船に500人以上を乗せていた。って話だから。うわぁ、それは相当な負荷だね。沈まない方が無理があるだろう。アフリカからの難民に遭難者が多いのは、大体こういうのが原因だ。小さな船に大量に難民を乗せて運ぶから、ボートの方が途中で限界を迎えちゃうのね。ともあれ、洋上でエンジントラブルに見舞われた船員たちは、近くの他のボートにトラブルを知らせるため、積んでいた毛布に火をつけた。そのままだと沈んじゃうから、助けを求めたのね。だが、この毛布の火が、なんとガソリンに燃え移ってしまう。何してんの？まあ焦っていたのか、それとも狭いボート内でうまく身動きができなかったか。火をつけるならガソリンには絶対に気をつけなきゃでしょ。一番最悪のケースじゃん。船員たちは必死に火を消そうとしたが、水をかけてもちょっとやそっとじゃ消えてくれない。燃えながら沈みゆく船から逃れるため、難民たちはどうにか海に飛び込んだが。でも、目的の島までまだ結構距離があるんだよね。ああ、少なくとも泳いで渡れる距離じゃないな。もし短い距離としても、ろくな食事も食べていない難民たちに、泳ぎ切る体力は残されていなかっただろう。それに、500人以上の人々が一気に溺れたとなると、救助がとてもじゃないけど間に合わないよね。そうだな、付近のボートやイタリアの沿岸警備隊が救助に当たったが、残念ながら助けられない命の方が多かった。救助に当たった人々は、その現場のあまりの凄惨さに大変な衝撃を受けた。ある方は、海一面が人の頭で埋め尽くされていた、とすら語っている。へぇ、どうにかして救助されたのはわずか155人、死者、行方不明者数は300人以上にもなった。そのうち、遺体がちゃんと見つかったのは200人前後らしい。見つからなかった人たちは、今もまだ冷たく暗い地中海の底にいるってことだね。ともあれ、2013年の一度目の沈没事故の顛末はこんなところだ。しかし、この事故の生存者の証言によって、とある衝撃的な事実が明らかになった。衝撃的な事実、船が沈没しただけでもだいぶショッキングだったけど、今回沈没した難民船は、非合法な手段でヨーロッパへの渡航を目指していた。難民たちは、渡航業者に逆らうことはできなかった。海の向こうに渡るには、法外な料金を支払わなければならず、それができないとなると、難民としてヨーロッパに逃げることはできない。いや、もっとひどい。え、何？払えない場合は、拷問されたんだそうだ。はぁ、あ。このボートに乗っていた難民たちの一部は、強制収容所に囚われていた人々だった。彼らは民兵によって連れ去られ、男は拷問を受け、女は性暴力を受けた。そして、ヨーロッパに難民として渡るために金を渡すように要求されて難民の売買業者の手に渡り、金を払えない場合はさらに暴力を振るわれた。つまり、お金を払って自分たちの国から追い出されたってこと？難民の移送船に乗るよりも前に、彼らは耐え難い苦痛を味わっていたんだ。
これが明らかになると、難民船の船長と、移送に携わった証人らが次々に逮捕された。ちなみに、彼らはイタリア警察に見つかって逮捕されるまで、生存した難民たちに囲まれてフルボッコにされていたとのことだ。そらそうでしょ。彼らはボートの沈没の責任を取らされただけではなく、殺人や暴行、性犯罪に人身売買、様々な罪で裁かれることになった。また、そんな悲劇的な事故から間もなく、8日後に再びランペドゥーザ島付近での難民船の沈没事故が起きてしまう。こっちもやっぱり、不当な扱いを受けていた難民の人々が。民兵によって売買業者に売り渡された難民だったみたいだな。乗っていた人たちが、上空を通過する飛行機の注意を引こうとして、船の片側に寄ってしまって転覆したとのことだ。助けを求めようとしていたのかな。この事故で亡くなったのは延べ34人。生存者のうち147名ほどがマルタ共和国に、56名がイタリアにそれぞれ移送される運びとなった。その後、この違法かつ非人道的な渡航に携わった商人の一人が逮捕されたというが、正直、トカゲの尻尾というか、まあそうだな、こいつ一人を逮捕してどうにかなる問題じゃないだろう。この一連の事故については、ヨーロッパも大層ショックを受けた。特に、イタリアでは当時の首相が亡くなった国民のための国葬を行うという発表が行われた。国を挙げて追悼したってことね。難民の事故は私たちの生活とは関わりが薄いかもしれないが、確実に今、世界の裏側で問題になっていることなんだ。それは、いつか向こうの政治や経済を変えて、思わぬ形で私たちの生活に影響を及ぼすかもしれない。海の向こうの話だから、って人事だとは思わずに、今後はしっかりニュースとか見るときもアンテナ張っておくよ。というわけで、今回の動画はこの辺で。今回の動画では、2018年のロシアで発生したショッピングセンターの大火災、ケメロボ火災を紹介していくぜ。ショッピングセンターって規模がでかい上に、お客さんもたくさん集まるから、火災が起きた時に被害が大きくなりやすいんだよね。場所によっては施設が迷路みたいに複雑な作りになっていたりして、出口がわかりにくかったり、少ない出口に大量の避難者が殺到して二次災害になったり。今回の火災の最も悲惨な点は、被害者の多くは子供だったということだな。うわぁ、悲惨だなぁ。一体どうして子供が多く被害に遭ったんだろう？この大型ショッピングセンターには、映画館やボーリング場のようなレジャー施設も入っていてな。出火場所は映画館の隣のレクリエーションルームだったんだが、被害に遭った子供の多くはその映画館でアニメを視聴していたんだよ。どうやらこの日は、学校が春休みに入ってから最初の日曜日だったということで、家族連れの買い物客が多かったみたいだ。ご両親が買い物をしている間に映画を見て待っていよう、みたいなストーリーが目に浮かぶよ。しかし、子供たちの被害が多かったのは、ただ映画館の近くで出火したからという理由だけじゃない。というと、火災が起きたにもかかわらず、彼らは映画館から出られなかったんだ。どういうこと？さあ、どういうことだろうな。ちなみに、この火災の問題点はそれだけじゃない。ショッピングモールに訪れていた客の多くは、火災が起きた時点でそれに気づくことができなかった。あ、なんか嫌な予感が。まあ十中八九お察しだとは思うが、要するに施設の構造や運営に大変な不備があったというわけだ。そのために、子供たちは出火場所のすぐ近くの映画館に閉じ込められるし、客も火災に気づけず初動が遅れてしまった。うちのチャンネルでも、過去に何度かショッピングモールや映画館みたいな閉所の施設内で起きた大規模火災みたいな内容の動画やってるけどさ、こういうのって大体、管理者が火事や地震が起きた時のことを全然考えてないんだよね。防災設備の点検を怠っていたり、従業員の教育が適当だったり、そもそも施設の作りが基準に違反していたり、まあそういう意味では、今回の事件はその例に漏れずといったところか。いろんな意味で焦げ臭くなってきたわ。どうしてこのような悲惨な事故が起きてしまったのか。その原因を探るために、まずはこの火災の基本的な情報から見ていくことにしよう。2018年3月25日の午後4時頃、ロシアの首都モスクワから東に 3500km ほどの位置にあるシベリアのケメロボ州の州都ケメロボでその悲劇は起きた。市内にある複合商業施設で大規模な火災が発生し、79名の負傷者と64名もの死者を出すという惨事になったんだ。亡くなった犠牲者のうち41名は子供で、近年のロシアの事故死を振り返ってもワーストクラスに悲惨な結果となってしまった。いや本当に、犠牲者の3分の2が子供ってなんともやりきれない気持ちになるわ。
ところで、その複合商業施設、というかショッピングモールって一体どんなものだったの？このショッピングモールはジームニャやビーシュニャ、日本語にすると冬の桜という名称で、2013年に営業を開始した4階建てのかなり大型な商業施設だった。買い物はもちろん、映画館やボーリング、さらには屋内動物園なんかも展開しているんだぜ。屋内動物園がある施設で火災ってことは、動物園で飼育されていた動物はいずれも避難できず、全頭死亡したとのことだ。きついなぁ。でも、やっぱりショッピングモールのデザインとしては、家族連れで休日にここに来れば大体何でも揃っているみたいな感じだよね。州都にある施設というだけあって、かなり経営に力を入れている印象があるよ。まあどれだけ経営に力を入れていたとしても、災害で失う時は一瞬だな。今回の火災ではほぼ全ての屋根が焼け落ち、およそ1600平方メートルの炎症もあって、消火活動では一部の壁も崩れそうだったとのことだ。こりゃ、復旧も時間かかるだろうね。ただでさえ時期が学校の長期休暇と被ったことで、現場は非常に混雑していてな。商業施設としては書き入れ時だったんだが、それだけに裏目に出た時の被害規模も大きいというわけだ。これほどの被害を出して、施設にも相当燃え広がったってなると、営業的にも大ダメージだろうね。しかも、被害が大きくなった原因が職務怠慢や安全管理不足ってなると、信頼を取り戻すのにも相当時間がかかりそうだよ。ああ、信頼は気づくのには時間がかかるが、失う時は一瞬だからな。一体どうしてそういう怠慢や不備があったのかが気になるところだけど、まずは順番に、そもそもどうして出火してしまったのかっていう話から聞かせてほしいな。確か、出火場所は映画館の近くだったって話だよね？厳密には施設の4階にある映画館の隣の、子供用のレクリエーションルームだったとされている。で、どうして出火したのかについてだが、これは諸説あるんだよな。諸説？いくものことだが、火災ってのは何もかもを焼き尽くしてしまうので、証拠が残りにくいんだ。誰かがいたずらで火をつけたライターやマッチだろうが、配電盤のショートだろうが、黒焦げになってしまえばわからないだろう。しかも、よりにもよって出火場所は子供用の施設だった。そうなると、証言とかも集めにくいね。一応、当初の調査では漏電による火災の可能性が最も有力であるとされていた。しかし、メディアによってはこれを放火による火災の可能性があるとも報道しているな。もし校舎だったら絶対許せないよね。ほぼ確実に、子供がいるところを狙ってる故意犯じゃん。また、放火説をめぐってはこういう証言も出ている。ある子供がタバコ用のライターを持っていて、映画館の近くにある子供用のレクリエーションルームで火をつけて遊んでいた。うわぁ、危ないなぁ、たまにいるけどね、ライターの火で遊んで生きるやつ。で、このレクリエーションルームにはトランポリンであったり、緩衝材を詰めたドライプールなんかがあったんだが、このライターを持っていた子供が、そういったプラスチック製の遊具の一部に火をつけたところ、それがあっという間に燃え広がったとのことだ。あちゃあ、ただいずれにしても、あくまでそういう証言があるというだけにとどまっていて、結局のところ本当の出火原因はまだ確定していない。だが、今回の事件において、出火原因というのはそこまで重要なことではないんだ。出火原因がそこまで重要じゃないって、どういうこと？愉快犯による放火だろうが、電気系統の故障だろうが、普通の火災でこれほどの被害が出るというのはありえないってことだよ。あ、そうか。管理者側の安全管理の不徹底だったり、従業員の職務怠慢があったって話だったよね。それも一つや二つじゃないからな。例えば、従業員の職務怠慢をめぐってはこんな話がある。このショッピングモールでは火災安全を担当するスタッフはいたのだが、今回の火災の通知を受けた後、なぜか放置機のスイッチをオフにしてしまったとな。は、何してんの？さあ、放置機の故障とでも思ったんじゃないか。故障かもしれないとしても、スイッチを切っちゃダメでしょ。オフにするとしても、まずは本当に火災があるかどうかを調べてからじゃない。ともかく、このスタッフの行いのせいで、火災が起きているにもかかわらずそれに気づけずに逃げ遅れた被害者が何人もいたんだぜ。無事に逃げ延びた生存者たちは放置機はならなかったけど、他の客が火事だから逃げろと教えてくれたので一応避難したと口々に語っている。ちょっと待って、それもまたなんかおかしいよ。普通、火事の時ってまずは施設の従業員が避難誘導とかするんじゃないの？従業員が避難誘導をした、という証言は残念ながら見つかっていないな。正直に言って、普段から避難訓練をしていたかどうかすら怪しいぜ。また他には、こんなやらかしがある。映画館には通常、地震や火事が起きた時のための非常用の出口が備わっているんだが。ああ、はいはい。映画館みたいに暗くて狭い閉鎖空間に大勢の人間が集まっている場所って、
災害時にはみんなパニックになって、我先に行ってで入り口に殺到しちゃうんだよね。そのせいで転んだり、押しのけられたり、押しつぶされて逃げ遅れる人が出るから。うむ、閉鎖空間におけるで入り口の少なさは、避難時のボトルネックになってしまう。だから、建設時に非常用ので入り口を設けておいて、災害が起きた時にはそこを開放してスムーズな避難を誘導するってのが当たり前なんだぜ。それに、映画館みたいな閉じられた場所だと、煙や火の手があっという間に広がってしまうからね。火災は初動が大事って言われているけど、今回の場合はまさにそうだよ。だが、今回の火災では、非常用出口は封鎖されていた。いやいやいや、もう何のための非常口なのよ。それどころか、本来の出入り口すら封鎖されたままだったんだ。映画館の子供たちが逃げ遅れたのはこれが原因だな。煙の充満する映画館に閉じ込められた子供たちの中には、怖がって親に電話をかける子供もいたが、かわいそうに、親としても状況がわからないし、出火している4階に我が子を助けに行くわけにもいかない。電話口で必死に服を脱いで口と鼻を塞ぎ、ガスを吸い込まないようにと伝えたが、残念ながら、電話をした子供は親に最後の別れの言葉を伝えて、そのまま帰らぬ人となってしまったんだぜ。もう聞いているだけでも辛くなってくるわ。それにしても、なんでそんな閉じ込めるような真似をしたんだろう。これはチケットを買わずに映画館に入り込む客を防止するための措置らしい。ああ、なるほど、そういうずるい客がいるのか。いやでもちょっと待って、だからといって他の客も巻き添えにして、鍵を閉めて閉じ込めるってのはおかしくない？うむ、全くもってその通りだ。上映中の館内に非常事態が発生したような場合、外に出られないからな。上映中は出入り口に警備員を配置しておくとか、チケットを確認しないと出入りできないようにしておくとかさ。他にもいくらでも、安全な措置は考えつきそうなものだけど、この警備員の職務怠慢や安全管理意識の欠如については、事故後の調査でも手厳しく非難されているな。なぜそのようなことをしたのか理解に苦しむ、職務能力がなかったのかとまで言われているぜ。おう、かなり厳しいね。でも本当にその通りだと思う。また、このショッピングモールは2013年に開業し、その後に建て直し工事があったんだが、その時点で、構造的なものを含む多くの違反があったとのことだ。違反って、例えば？一番はやっぱり消防用設備の整備不足だな。非常灯などは全く意味をなさず、先ほど問題に挙げた火災用の警報装置も、数年前から故障していたことが明らかになっている。他にも、初期消火時に消火器による鎮火も試みられたが、なぜか動作しなかったとのことだ。取り替えなさいよ。実際、従業員による避難誘導もなければ放置機もならなかったので、煙が上がったけど問題ないと思ってしばらくの間逃げずに留まっていたという人もいるな。他の客に火事が起きたから逃げろと急かされなければ、ずっとその場に留まっていたかもしれない。正常性バイアスってやつだね。非常口の施錠やで入り口の封鎖も、おそらくはこの違反に該当することだろう。特にヤバいのは、なぜ非常口に鍵がかかっていたのかはわからないってところだな。どういうこと？つまり、もっとずっと前のどこかのタイミングで非常口が施錠されて、その後に誰も点検をしなかったってことだろ。ああなるほど、たまたまこの火災があったタイミングで、運悪く非常口が施錠されていたんじゃなくって、うむ、この施設では非常口が常に施錠されているのが当たり前で、誰もそれを異常に思わなかったということだ。緊急時には非常口は開放するだとか、誰がで入り口の管理をするだとか、そういうマニュアルさえもなかったわけだな。いや、よく考えてみればそうだよね。出入り口に鍵がかかっているとは言ってもさ、火災が発生したってわかったなら、鍵をかけた人は中の子供たちが閉じ込められるってわかるわけじゃん。その人が映画館に戻って鍵を開けていたら、子供たちは助かっていたかもしれないよね。扉に鍵をかけたのでワンアウト、非常時に鍵を開けに来なかったのでツーアウトってことだな。今回の火災がなかったとしても、いずれ将来に火事や地震が起きたとして、同じような悲劇が起きていただろうことは想像に難くないんだぜ。最悪だ。また、今回の事件の被害規模を大きくさせた要因は他にもある。まだあるの？火災現場にいた人々からの目撃証言だが、一部の客はどこから逃げてよいのかわからずに立ち往生することになり、一か八かで窓からの脱出を試みたそうだ。窓からって、確かこのショッピングモール、4階建てって話だったよね？そうだ、当然ながら高い階から飛び降りては無事では済まない。この飛び降りのために複数箇所の骨折という重傷を負い、意識不明の重体に陥ったり、命を落とす人までいたという。そんな、でも施設の中に残っていても煙に巻かれてしまうし、本当に一か八かだよね。この一件で攻めを受けているのは、現場に駆けつけて消火活動に当たった消防隊員たちだな。
え、どういうこと？本来の消火活動では、こういう複数階の施設で高い階に取り残された被災者を救うために、建物の窓にはしごをかけるという措置があるんだ。それが遅れたってこと？うむ、一部の被災者や遺族の方々からは、消防隊員の行動が遅くて不適切だったと指摘されている。そうなのかな。私としては、そもそも従業員が適切に避難誘導していれば、逃げ遅れる人も出なかったんじゃないのかなって思うんだけど、ほほう。確かに、消防隊員の人たちがはしごを立てるのを間に合わせていれば、何人かは救うことはできたのかもしれないけどさ。でも、それって改善点ではあるかもしれないけど、結構最後の方の分岐点じゃない？実際は、放置機が鳴っていたり、非常口がちゃんと開いていたりしたら、もっと前の段階で助かっているはずでしょ。まあ一理あるな。さて、今回の火災をめぐっては、ロシアの現大統領であるプーチン氏をして犯罪的な怠慢があったと言わしめている。事故後に調査委員会が調べても、複合施設が非常に閉鎖的で火災に弱く、また従業員らによる組織的な避難行動も行われなかったとのことだ。いやもう本当に、聞けば聞くほど。この事故を受けて、全国の類似するショッピングモールに対して、緊急の安全確認の要請が出された。加えて、先ほどの放置機をオフにした職員を含めたこの施設の関係者4人と、建設監督局の局長が逮捕拘束された。そうだよね、これほどずさんな建築をちゃんとチェックせずに素通りさせた監督役の人も問題だよね。さらには、この問題の責任を取る形で、当時のケメロボ州の州知事が引責辞任することになった。他にも、消火活動に当たった消防隊の隊長に対して迅速な消火活動をしなかったとして刑事捜査が行われたりもしたぜ。余波がすごいことになってるけど、事件の悲惨さを考えたらまあ妥当かな。事故後、ケメロボ州では3日間にわたる服喪が宣言されたほか、大勢の国民が犠牲者を営むための追悼集会に参加した。なお一部の人々の間では、当局は本来の犠牲者数よりも控えめに公表しているのではないかという疑念の声が上がったとのことだ。まあ火災の内容が内容だからね。ともあれ、ケメロボのショッピングセンター火災に関する情報はこんなところだ。霊夢、過去にうちのチャンネルでラナプラザ崩落事故というのを紹介したのを覚えているか？なんか聞き覚えがあるような。どんな事故だっけ？バングラデシュで起きた建物の崩落事故だな。正式な許可を得ずに建築、増築された商業ビルが、その負荷に耐えきれずに自重で崩壊してしまったという内容だぜ。ああ、思い出した。確か、ファッション業界史上最悪の事故、って言われてるんだよね。この事故はその被害規模も叱ることながら、バングラデシュというアジア最後の新興国が、そしてファッション業界が抱えていた闇を浮き彫りにしたことでも有名なんだ。スウェットショップ、っていう、日本でいうところのブラック企業みたいな状態だったんだっけ？ああ、このスウェットショップは特に発展途上国で起きやすい構造でな。グローバルな企業が安価な労働力を求めて現地に工場を建てる、というところから始まるんだが。ノルマ達成は二の次で、従業員は徹底的に管理されていて、トイレすら自由に行けないところもあるんだよね。だから、仕事中は大人用のおむつが不可欠だとか、みんな膀胱を壊してやめていくって噂も聞いたよ。ラナ・プラザ崩落事故では、この労働搾取の構造が事故の被害を拡大させる一因になったと言われている。施設の中の縫製工場で働いていた職員たちは、崩落の前日に建物の壁や柱に大きな亀裂が入っている、のを発見していたんだ。それもちょっとやそっとの日々ではなく、素人目にも放置しては麻酔とわかるほどの裂け目だったという。普通ならそれを上司や管理人に報告して安全のために一刻も早く工事しなきゃって流れだと思うけど、しかしラナ・プラザではそういうまともな流れにはならなかった。工場のマネージャーは職員から亀裂についての報告を受けたにもかかわらず、彼女たちに仕事に戻るよう命令した。それを無視して避難しようとする職員に対しては、解雇をちらつかせたという。人命よりもノルマの方が大事かね。建物の亀裂に気づいた段階で、責任者が適切な避難指示を出していたのなら、崩落そのものは避けられずとも被害規模はぐっと少なくなっただろう。結果、本来なら助かったはずの異変に気づいた職員たちは、ほとんどそのまま生き埋めになってしまった。助かるはずの命が。でも、そのラナ・プラザ崩落事故が一体どうしたの？もうすでに過去に動画にした事故なんでしょ？ああ、今回の動画で紹介しようと思っているのは、このラナ・プラザ崩落事故とは切っても切れない関係にある事故なんだ。というと、
ラナプラザの1件をファッション業界史上最悪の事故と評したが、このいびつな業界の構造が生み出した悲劇はこれだけじゃないんだよ。実は、ラナプラザの事故の前年、2012年には同じような悲劇が2件立て続けに起きているんだ。ラナプラザは氷山の一角だったってことか。1000人以上の死者を出した建物の崩落事故というのは、確かに目立つけどな。だが、それだけではここまで先進国のアパレル企業がやり玉に挙げられることはなかっただろう。世界中の人々が憤ったのは、いつまで同じような悲劇を繰り返すつもりなんだ。っていうファッション業界の闇に対してだったのね。というわけで今回は、そんなラナプラザ崩落事故の前年に起きていた2件の工場火災について見ていくことにしよう。だがまずは、ラナプラザ崩落事故そのものがどのような事故だったのかについて、もう少し詳しくおさらいしておこうか。さて、霊夢はラナプラザ崩落事故について、一体どのくらい覚えている？事故が起きたのがバングラデシュの首都に近いところだった。っていうのは、首都ダッカから北西 20km ほど離れたシャバールという町だな。2013年4月24日午前8時45分、この町にある8階建ての商業ビル、ラナプラザが突如として崩落を始めた。ちょうど朝の通勤時帯とぶつかる時間帯だから、それで巻き込まれた人も多かったのよね。この崩落事故による死者数は1127人、負傷者は2500人以上、そしておよそ500人の行方不明者が出るという大惨事だったが、事故後の捜索活動は早々に打ち切られ、瓦礫の撤去作業に切り替わった。だが、撤去作業中に発見される救助者もおり、もう少し救助活動に時間を割いていたら、もっと多くの人が救えたんじゃないか、と批判されることになった。なんかもう、商用ビルが基準を無視して建てられたことや、亀裂が見つかったのに放置して仕事をさせていたことも合わせて、つくづくずさんだよね。本当にな。さて、事故後の調査によって、ラナプラザという商用施設がどれほど適当に建てられた建物だったかというのが浮き彫りにされていくことになる。例えば、そもそもビル全体が正規の許可手続きを経ておらず、特に5から8階にかけては違法な増築だったとかな。普通は建物を建てるときって、その構造が建物自身の重さに耐えられるのか、慎重に計算しないといけないはずなんだけど。この違法な増築による負荷は、間違いなく崩落事故に至る一因となった。しかし、その他にも事故に至る要因はあって、例えば事故前日の停電がそうだった。停電から復旧したタイミングで、発電機やそれに繋がっていた機械が一斉に動き出すんだよね。もともと違法な建築で建物全体に負荷がかかっていたところに、大きな振動が加わって限界を超えたってところだな。そして極めつけが、冒頭で触れたバングラデシュの労働問題だった。建物の崩壊それ自体は避けられなかったとしても、それによって人的被害が膨れ上がったのは、この労働問題が原因だね。この事故の後、ビルの所有者や工場の経営者などはいずれも逮捕され、自らの怠惰の責任を取らされることになった。また、バングラデシュをはじめとした世界中の国々で、工場や施設の安全性の見直しや、労働環境の改善に取り組むことになった。でも、それは決してラナプラザの悲劇だけが原因じゃなかったと。一つの大きなきっかけにはなったのは間違いない。しかし、その事故以前にも、何度も似たような悲劇を繰り返していた。にもかかわらず、全く何も反省していないじゃないか、この先も同じような悲劇を繰り返すのか、という人々の憤りが一番大きな理由だったんだと思うぜ。さて、それではここからは実際に、ラナプラザの前年に起きた二つの悲劇を見ていくことにしよう。まずは2012年9月11日、パキスタンのカラチで発生したアリエンタープライジズ社衣料品工場の火災事故だ。パキスタンって言うと、バングラデシュと同様に、南アジアにある国だな。ラナプラザの一件があったバングラデシュとは、大国インドを挟んで真向かいにある。中国に次いで世界2位のアパレル輸出大国と呼ばれるバングラデシュほどではないが、このパキスタンも全輸出額の半分以上を繊維産業が占めている、立派なアパレル大国だ。ってことは、それだけ原料がよく取れるんだろうね。そうだな。そもそも歴史的に見ると、綿花の生産ってのは現在のパキスタンがあったインダス川流域で始まったものと考えられているしな。伝統的な産業なんだ。国民の多くが農業に従事していることもあり、パキスタンの経済と綿花は切っても切り離せない関係にある。
その中でも、今回の事故があったカラチという都市は、パキスタン第二の都市、としても知られており、経済、金融の中心地なんだ。アパレル大国の大都市で起きた労働災害か。なんかいろいろ象徴的だね。死者255人、負傷者57人を出したというこの工場火災は、パキスタン史上最も深刻な産業火災となった。しかも悪いことに、この日にはパキスタン東部のパンジャーブ州ラホールにある靴製造工場でも火災があり、25人が命を落としている。同じタイミングで工場火災が2件も。当時のパキスタンの人々からすれば、まるで悪夢でも見ているかのようだったことだろう。特に、カラチの衣料品工場の火災については、例によって労働環境の劣悪さが被害を拡大させる要因になった。聞くのも憂鬱だけど、どういう労働環境だったの？まず、この衣料品工場は4階建てだったんだが、外部に通じる扉がたった1箇所しかなかったんだ。大きな建物の火災でよくあるボトルネックだね。少ない出口に逃げようとする人々が殺到して、出口から遠かった人が逃げ遅れて犠牲になるってやつ。そもそも、そういう災害時に被害が出るような作りの建物をルールで禁止しなさいよ、と思うんだけど。というよりも、非常口がすべて施錠されており、窓には鉄格子がはめられていたので、実質的な出口が一つしかなかったという状態だな。いやいや、非常口を施錠って、何のための非常口なのよ。それに、窓に鉄格子ってなんか異様じゃない。勤務時間中の従業員の抜け出しや商品の盗難を恐れて、工場主がそのようにしたらしい。それどころかで入り口も普段は封鎖しており、火災警報やスプリンクラーといった設備や、通風口すらなかったって話だ。お、終わってる。こんなこと言いたくないが、まるで地震や火事が起きた時に最大限の被害を出そうとしているのではないか、と疑ってしまうほど閉鎖的な状態だった。まあ窓の鉄格子については、3の部分が脆かったので、どうにかここを壊して外に逃げ出す人もいたそうだが。いや、窓から逃げるって言っても、4階建ての工場なんでしょ？そうだな、なので飛び降りることになる。それでも火や煙に巻かれるよりは、と飛び降りた従業員たちは、数十名が骨折などの負傷に見舞われることになった。素直に非常口を開放していれば、こんなことにはならなかっただろうに。余談だが、この工場で働いていた人々は、ほとんどが貧しい村の出身でな。工場労働で得られる給料は、国の定める最低賃金を当たり前のように下回っていた。これに不平を唱えた職員は、即座に解雇されていったという。盗難が怖いって言うけど、誰が一番卑しいのかよくわかるエピソードだね。工場主はもともと裕福な資産家だったが、工場火災の後に行方をくらませたそうだ。その後、殺人の容疑で捜査されたものの、起訴には至らなかった。こんなチンケな悪党のテンプレが出揃うことある。ただ、起訴に至らなかったのには理由がある。実は、もともとこの工場火災は失火、つまり過失が原因の出火だと考えられていたが、後に、犯罪組織による放火だったんじゃないか、という可能性が出てきたんだ。なお、放火の実行犯とみられる男については、事故から4年後の2016年12月に、逃亡先のタイのバンコクで逮捕されたという。そうなると、話はちょっと変わってくるね。それでも、従業員を閉じ込めて働かせていた工場主の責任は変わらないだろうけど。まあそうだな。放火はもちろん罪だが、火災が起きた時に被害ができるだけ少なくなるように努めるのは、管理者の責務だ。それを怠ったことで200人以上の死者を出したとなれば、これは立派な人災だよ。だがその後、これほどの最悪の産業火災が起きて以降も、パキスタンでは似たような事故が後を絶たなかった。ラナ・プラザの動画でも触れたけど、どれだけ労働災害が起きて、その度に問題の構造を変えようと動いても、未だに搾取の構造が続いているのが現状なんだよね。安い労働力を先進国に提供することで成り立っている産業、というのもあるからな。余談だが、この衣料品工場の主な納入先であったドイツの衣料品会社は、犠牲者遺族に対して保証金を支払うことになったそうだ。さて、次に紹介するのは同じく2012年に起きたバングラデシュの縫製工場火災だ。またバングラデシュか。っていうか、つまりその火災があったにもかかわらず、1年後にラナ・プラザが起きてるのね。事故があったのは11月24日午後6時45分頃のことで、場所は首都ダッカの郊外にあるタズリーン・ファッション社の縫製工場だった。現場に駆けつけた消防隊は、そのあまりの火災の規模に衝撃を受け、すぐさま応援を呼んだという。どんだけ燃え盛ってたんだろう。
この火災では労働者111人が命を落としており、翌年のラナプラザ崩落事故が起きるまではバングラデシュ史上最悪の惨事とされていた。なお、こちらも出火の原因は放火と見られていたが、どんだけ放火多いのよ。なんか適当な操作でお茶を濁しただけじゃなくて。いや、2日後の26日朝にも別の工場で火災が起きており、その翌日の27日には爆発事件も起きていたんだ。一連の事件には何らかの関連性がある、というのが当時の捜査当局の見方だった。世紀末すぎる。ただ、結局その後に配線トラブルが出火原因だった、と明らかになってな。いやいや、じゃあもう全部工場側の責任じゃん。しかも、この火災が起きたタイミングで警報が鳴ったにもかかわらず、工場の責任者が、これは火災訓練だ、と虚偽の発言をしてな。従業員を無理やり工場の中に留めておいたことが発覚するんだ。何してんの？え？何のための嘘なのそれ？当然ながら、これによって避難に致命的な遅れが発生し、逃げ場を失った職員が大勢いたという。また事故後には、建物の安全証明書が半年ほど前に期限切れになっていたことも明らかになった。どう見ても役満だね。一応、消火器などの防火システムなどは設備としては揃っていたというが、責任者が従業員を逃さなかったことが致命的だったな。結局、工場の責任者は逮捕、その後の裁判で有罪判決が下った。残党すぎる。と思ったけど、パキスタンやバングラデシュではこれが当たり前じゃないんだもんね。そうだな、こういった問題で工場の責任者がちゃんと逮捕されるのはかなり珍しいことだ。本当に想像もつかない世界だわ。こういった数々の悲劇から10年以上経過しているが、新興国における労働者の権利は、ほとんど改善されていないという。2019年には、バングラデシュで法制用の最低賃金の引き上げを求めるストライキがあったが、警察は催涙弾や放水銃を持ち出してこれを鎮圧、抗議者側に死者が出るほどの事態になった。やりすぎでしょ。それどころか、このストライキに参加した労働者のうち1万人以上が職を失い、さらにはブラックリストに掲載されて再就職できない状態だ、という話もある。文句を言うやつは、臭いものに蓋、なんだろうね。バングラデシュの基幹産業のはずなんだが、そこで働く大勢の労働者は、未だに働きながら命の危険にさらされている。労働者の安全よりも、世界で最も安い労働力を提供することを優先している、なんて言われている始末だ。この人たちが普通に働いて、安心して生きていけるような日は、いつか来るんだろうか。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってね。毎度のことながらチャンネル登録と高評価、メンバーシップ登録もよろしくだぜ。そして、最後に、過去に起きた悲惨な事故や事件を紹介するだけでなく、将来の不安を少なくするために、お金と投資について学ぶサブチャンネルも始めたので、ぜひこちらもチェックしてみてくれよな。抜け目ないわね。チャンネル登録で応援してくれると嬉しいわ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。